プロレスリングノア旗揚げ1周年記念大会、いよいよノアが日本武道館に進出してきました。第1試合、朝子杉浦組対志賀橋組。まず入場してきたのは橋誠。去年8月5日ディファー有明旗揚げ戦第1試合のシングルマッチを担当した男、橋誠がリングイン。橋誠、ノア旗揚げの時のパンフレット、書かれている言葉は自分が選んだ道なので悔いのないよう頑張りたい。志賀健太郎が入場してまいります。この1年道を選び進んできました。去年8月19日小橋健太についていた志賀はその小橋へ襲撃、秋山組に加入しました。志賀健太郎にリングイン。新しいテーマ曲、旗揚げの時は練習生、おっと頭を短く刈り込んでやってまいりました杉浦隆。デビューしていまだ7ヶ月、その杉浦隆がノアの日本武道館に今リングイン。右膝負傷による早期欠場からノア旗揚げと同時にリングに戻った男、去年真っ白のショートパイツ、金髪、観衆のどよめきを誘ったノフィア、そのリーダー朝子悟が日本武道館に姿を現しました。朝子悟、30分一本勝負のタッグマッチ、朝子杉浦組対志賀橋組です。赤コーナー杉浦朝子、そして青コーナーが志賀橋、先発は杉浦と橋。今ゴングが打ち鳴らされました。30分一本勝負のタッグマッチ、先発は橋誠とスキンヘッドの杉浦隆であります。杉浦が橋の腕を取りました。バックを取った。さあジャーマンの体勢だ。その腕を取っている橋誠、ヒックを放った杉浦、抱え上げた、速い、カバーに入るか、首を固めていく、今度は腕を固めていく、橋の右腕を取りました。そして頭から押さえています杉浦隆。去年12月23日、30歳でデビューしていまだ7ヶ月。その杉浦がニュートラルコーナーを押し込んで橋にキックを放ちます。橋が崩れていきます。杉浦の激しいキック攻撃、ストンピング攻撃を見せている。橋が上がってきてヘッドバット、もう一発、二連発、三連発、青コーナー押し込んで、ここで志賀健太郎とタッチ。さあ杉浦の腕を取りました志賀、エルボー、エルボーを放った。94年にデビューして8年目を迎えている志賀健太郎、対するデビュー7ヶ月の杉浦隆。その杉浦をニュートラルコーナーに飛ばして、これはかわされた。頭から押さえて朝子悟とタッチ。ノーフィアのリーダー朝子悟、キックを放った、左腕、得点、スクッと立ち上がった、左腕取り返した、脇固め、ヘッドシーザース、そして立ち上がってブレイク、速い攻防を見せます志賀と朝子。黒のショートタイツ朝子悟、白のショートタイツ志賀健太郎。さあ自らロープに飛んでギロシン、顔面を打ちつけました朝子悟。バックを捉えて投げるも顔面、顔面への攻撃を見せるノーフィアのリーダー朝子悟。去年右膝負傷による長期欠場を強いられました。しかしその長期欠場からノアの旗揚げとともにリングに戻ってきました、この朝子悟。対する志賀健太郎がブレンバスターを打つか、朝子が打つか、キックを放った顔面、自らロープに飛んだ、そしておっとサイドからヘッドシーザースホイップ、
浅子が投げ飛ばしました。そしてフェイスバスター、日本武道館拍手を歓喜させます。このノーフィアのリーダー浅子、黒のショートタイツ、志賀健太郎への逆水平チョップ、ニュートラルコーナーを背にしている志賀健太郎の左腕を取りました。そして反対側へホイップしてセカンドロープから帰ってきたところ、回転エビ固め、カバン、カウンター2、そしてアキレス腱を固めていきました。さあ杉浦がカットに入ります。その杉浦に向かっていくのが橋誠、橋が杉浦を場外に落とした。場外で橋と杉浦、そして志賀健太郎はスインギングの DDT。 さあリング中央カバーに入った、カウンター2、そして腕しぎ逆十字、腕しぎに入った、まだ完璧な形ではない、今入った、今入った、しかし浅子がサードロープに逃れました。ロープブレイク、浅子を起こして志賀健太郎が、おっと志賀健太郎が返されます。ショルダースルー、立ち上がった、浅子がロープに来た、ラリアットかわした、ストマックにキック、そしてフェイスバスター、フェイスクラッシャーを見せました浅子悟です。顔面を打ちつけました志賀健太郎、リング上大の字。さあ先に立ち上がるのは浅子か志賀か、さあ浅子タッチ、そして志賀もタッチ、杉浦と橋が入ってきた、スペア、杉浦隆のスペア、そして中レッジリフトを見せるか、ワンラジして投げた、さあもう一発いか、2連発か、抱え上げて今度はカナディアンバックブリーカー、志賀がカットに入った、志賀と橋が今度はニュートラルコーナーから反対側に杉浦をホイップして、志賀がエルボー、橋が今度はフライングニールアタック、左右側頭部頭から捉えて、んこれは後頭部を打ちつけました、リバース DDT のような形になった、カバーに入った、場外で志賀と浅子がやり合っている、浅子が今度志賀が殺された、バックリング上はバックを取っている橋、ジャーマンの体勢だ、ヘッドバットストマック、そして足を取ってフィッシャーマンズスープレックス、そのままホールド、カウントアップ、試合時間は5分を経過しています。30分一本勝負のタックマッチ、早い攻防が見られました。このタックマッチ、ボディースラムを打った橋誠、その橋誠がニュートラルコーナー、トップコーナーに登ってダイビングのヘッドバット、そのままカバー、浅子のカット、その浅子に向かっている志賀、志賀のエルボー、志賀が浅子を場外に落とします。橋が杉浦に向かってラリアット、杉浦かわした、フロントサイプレックス、そして嬉しい逆転、志賀カット、間に合いました。その志賀に向かっている浅子悟、橋誠と危ない状況だった志賀が落とされた、赤コーナーに向かって太田杉浦ジャパンセプレッション、回転しながらジャーマンスープレックス2連発を放ちました。デビュー7ヶ月と思えない存在感、杉浦浅子組が勝利を奪いました。一瞬の隙を突かれた橋誠、ジャーマンスープレックス2発に沈みました。勝負タイムは6分4秒、円盤固めジャーマンスープレックスホールドで杉浦隆が3カウントを奪いました。
勝です。それが格闘家青柳正史の信念でした。愛知県下にある空手道場青春会館の館長である青柳、プロレスラーとの戦いの中で、そのプロレスラーの戦いの素晴らしさに目覚め、このプロレスリングノアのマットにも旗揚げ直後から参戦しています。今旗揚げ周年記念のマットに青柳が立ちました。やはりこの入場テーマは、そしてこの男にはここ日本武道館がよく似合う、現れました、永原遥。今日は念願の武道館大会、思う存分唾を飛ばすがいい、三階席まで飛んでいけ永原遥。日本武道館に続々とベテラン勢が集結します。桃田光雄入場。プロレスキャリア31年目に入りました、言わずと知れた力道山ジュニア、そして日本で初めてコペを担当したのもこの桃田、しかも俺はこの日本武道館でした。旗揚げ周年、桃田リングイン。武道館に向けられようとしています。ラッシャー木村登場。7つの団体で戦いを繰り広げてきたラッシャー木村、先月6月30日60歳の誕生日を迎えました。そして1000シリーズ最終戦名古屋では還暦記念試合を行いました。生涯現役を力強く宣言したラッシャー木村、無事1周年を迎えられたことが嬉しい、そう試合前に語ったラッシャー木村。さあこれで役者が揃いました。お帰りなさい日本武道館へ。日本プロレス界の財産、もう一つのメインイベント始まろうとしています。赤コーナーラッシャー木村、そして野本光雄、こちら青コーナー永原遥、青柳正史であります。さあ今満員の日本武道館のお客さんに野本が、そしてラッシャーが T シャツをエプロンを投げ入れました。30分の一本勝負、ノア旗揚げ1周年記念第2試合が始まろうとしています。赤コーナー先発は桃田光雄、さあそして注目の青コーナー青柳が下がろうとしています。青コーナーは永遠、永遠のライバル同士、運が鳴りました。30分の一本勝負、待ちに待ったプロレスリングのは武道館大会、旗揚げから1周年としました。さあ組み合った、バックを取った永遠、バックの取り合い、まず最初はロープレイクに行ったところ永遠が張っていきました。ファンを楽しませるプロレスを展開している永遠であり桃田であります。さあ永遠が青柳を呼びました。また次タッチが成立しているようです。青柳が入ってまいりました。愛知県下にある空手道場精神会館の館長、このノア旗揚げ直後からこのノアのマットの参戦、これをアピールしました。2000年10月愛知大会からこのノアのマットに参戦している青柳、外国人レスラーを除けばノア初の外部からの参戦でありました。さあ狙っていったのはジャイアントスイングだ、この広い日本武道館、ああという桃田の苦しい声が響き渡りました。さあ青柳がダメなら俺が行く、さあ副社長を営業部長が回そうとしています。さあがっちりと両脇二本差し浮いた、この時を待っていたジャイアントスイング2回転、大きな大きなこの日本武道館に桃田が待っております。念願の日本武道館大会、さあ2桁に乗るか、2桁乗ったところで、おダブルノックダウン、ダブルノックダウン、先に立ち上がったのは永遠です。まだふらついている桃田をヘッドをしていった、わーっと至近距離、これは意表をつかれました。あと先生ラッシャー、しかし嫌な時間帯に入ってまいりました、嫌な時間帯に入ってまいりました。さあ西のお客さん Be careful、 そろそろその時間が来るのか。ここは日本武道館、3階席まで飛んでいけ、さあ準備万端、あとはスイッチを押すだけ、おっいった、おっラッシャー3列目まで飛んでいった、恐ろしい、
地球上で最も食らいたくない技、つば攻撃出ました。さあ今度は放送席方面であります。放送席方面ちょっとざわついているのは北のお客さん。よっしゃ、今宵2発目いつもより多めに飛ばしております。さあ館長にタッチ成立。永遠から青柳正史に関東家としてプロレスラーとの戦いに邁進してきました。村へのキック連発こらえるラッシャー木村です。このラッシャー木村、選手シリーズ最終戦愛知大会におきまして還暦記念試合を行いました。その試合直後、生涯現役をマイクで力強くアピールしたラッシャー木村です。さあここからラッシャーの反撃なるか。あ、連れてこられたのは青コーナー、タッチ成立、永遠が入りました。さあ耳のあたりを掴んでいます。胸板への青柳のキック、そしてダブルの攻撃、逆水平、日本武道館にパチンという音が響き渡っております。顔面へのキック、亀を作ってハイキック、ああ連発でいった。闘争本能に火がついております永遠遥。今ちらっと赤コーナーの桃田を警戒しながらも、このラッシャーを料理しようというんでしょうか。聖剣好きストマックのあたり、そしてお逆水平張っていきます。捕まったぞ、ああ、ヘッドショット、ラッシャーの硬い頭炸裂。さあこの辺りから反撃に転じようというのか。ん、ここは桃田にタッチしました。桃田が蹴り上げた。桃田光雄、プロレスキャリア31年目、どっと沸きました日本武道館。去年11月にはデビュー30周年の記念試合を行った桃田光雄、日本で初めてトペを敢行したのもこの桃田、しかもその場所はこの日本武道館でありました。さあカバーした、青柳がカバーした。永遠が警戒していましたが桃田が返しています。さあロープに振ります、ロープに振った、戻ったところ聖剣突き狙っている、青柳が狙っている、こっちを1回転スピンキックを見せてカバー、すかさずカバー、桃田返せるか。カウント2で蹴り上げました。さあここで桃田、桃田がニュートラルコーナーの、ニュートラルコーナーのトップ、チリ掴んだ。永遠のやめれという声が聞こえたでしょうか。さあバック取った、こらえている、バックドロップをヘッドロックでこらえた。さあリングの下に青柳振るか、ラッシャーがスタンバイしている、振った、ラッシュグラリアット、ツバ、なんとツババックを取った、赤コーナー優勢。ロープに反応、1回転は桃田、ラッシャーが先頭を振るの、ああ取れていた、回転エビが止め、あ決まった、決まった、カウント3、一瞬の隙を突きました、永遠の一瞬の技、回転エビが止め。プロレスリングのは旗揚げ1周年記念日本武道館大会は永遠青柳組がラッシャー桃田組を下しました。旗揚げから1周年、ノアの箱舟がこの日本武道館に上陸しました。その記念の試合、永遠が取りました。5分26秒回転エビ固め。勝者青コーナー、そして敗れた赤コーナー桃田、そしてラッシャー、試合終盤唾を食らって戦闘不能に陥ったラッシャー木村、腰を落としました桃田光雄。さあ1万6300人満員の日本武道館、このお客さんに対してラッシャーからアピールがあることでしょう。念願の日本武道館、ファンの皆さん、プロレスリングノアは本日無事1周年を迎えることができました。これもひとえに皆様方の温かいご声援の賜物と深く感
感謝しております。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。プロレスリングのは旗揚げ1周年記念、ラッシャー木村からファンの皆様へのアピールでした。試合の方はラッシャー桃田組敗れました。第2試合が終了しています。2000年8月5日旗揚げ、プロレス界の新たな潮流を生み出すべくリファ有明でその怒りを上げたプロレスリングノア。プロレス界の新たな潮流を生み出すべく1年にわたる航海の末、ノアの箱舟はついにここ聖地武道館にたどり着きました。 7.27 プロレスリングノア旗揚げ1周年記念大会、第3試合はタッグマッチの30分一本勝負。まずは青コーナーよりスーパースタースティーブが入場です。スーパースタースティーブ、 3S スーパースタースティーブリングイン。さあ武道館がラップのリズムを刻む回るライト踊るフロア、客席を埋め尽くした16,300人の鼓動も曲に合わせて高鳴っていきます。1966年、格闘技以外の目的テストは初めて行われたビートルズのコンサート以来、ミュージシャンにとっても聖地であるここ武道館で今宵そのダンスライブを単独で観光しようというのか、ツーコールドスコーピオン姿を現しました。華麗なステップに驚異の跳躍力、相手を幻惑するトリッキーな動き、自らのコンセントレーションを一気に高めていきます。華麗にリングインスコーピオン。さあ場内は温まった、一瞬にしてスコーピオンに止まりました武道館。新世紀2001年、小林健太にとっては試練の年になりました。相次ぐ怪我、二度の復帰戦、しかし転んでもただでは起きない小林、新規一点リングネームを改名しました。小林健太改めリングネーム健太、武道館のファンの前には姿を現しました。若干20歳はノア最年少、その若さ力道館でリングをかける健太がリングイン。ノアのジュニアに丸藤あり、その輝きをひときわ増したゼロワン武道館大会から3ヶ月、待ちに待ったノアでの武道館大会、丸藤直道が今登場です。黒と銀のコスチューム、そしてその甘いマスクを仮面で隠しています丸藤直道。想像を絶する跳躍力、スコーピオとの日米空中戦期待度 120%。 この男には武道館の高い天井、本当によく似合う丸藤直道リングイン。第3試合は日米空中合戦、丸藤直道健太組対スコーピオスーパースタースティーブ組の一戦です。リング上まずはスコーピオと丸藤だ。ゴングが鳴らされました。30分の一本勝負です。手拍子を要求します。スコーピオ対する丸藤、黒とシルバーのコスチューム、押し込んでいったのはスコーピオです。まずは両者相手を挑発するような動きを見せました。さあスコーピオ単純には組まない、丸藤もくるっと回転してかわそうという動き、先手を見せた。そして身軽な動きだ、バックを取り返しました丸藤直道。
単純な動きだけでも他の選手とは違う躍動感を見せます。スコーピオン、そして丸藤、開始とばかりにスコーピオン、その丸藤を上回る動きを見せた。ブリッジで起き上がる丸藤、逆にスコーピオン、あスコーピオンも起き上がる。やられた技はやり返す意地を見せます丸藤。スコーピオン一連の動きで早くも場内の歓声を誘っています。丸藤は GHC 初代王者決定トーナメント準決勝まで進みましたが、6月23日リファ有明で行われた準決勝、クベントゲレーラに敗れました。結果的にはチャンピオンに輝いたのがタデマル。お着手した、さあどうする、距離を取った、さあ両者がロープに飛ぶ、腕を絡め合った。この辺りは全く同じ動きを予測しています。この2人ライバルと言っていいでしょう。同じタイミングでタッチを交わしました。赤コーナーは小林健太、改め健太、青コーナーからはスーパースタースティーブです。オレンジのコスチュームに金色に染めた髪、ひときわ鮮やかに見えます小林健太。今年は受難の年になりました健太。1月12日、まず高松大会で右肩をあだっきゅう、おーと俊敏な動きを見せた。そしてネクスタス倒しておいて、その上にエルボはかわした。スティーブもよく見ています。逆にロープに飛んだショルダータックル、あーと超えていく。そしてドロップキック、高さを見せました。さあ場外にスティーブ、これを見た健太、ニュートラルコーナーからクラッチャー、体を預けていきました健太。そして場内にアピールです。1月12日高松大会で右肩をあだっきゅう、そのちょうど4ヶ月後5月12日ディファ有明で念願の復帰を果たしました。しかし復帰間もなく6月9日、 GHC ジュニア王者初代を決めるトーナメントの1回戦、パスファインダーに敗れた際、左足のくるぶし亀裂骨折をして、またも欠場を余儀なくされました。ちょうど1週間前、7月18日、復帰を飾った健太、本名の小林健太からリングネーム健太に改名しての復帰です。2つで返しました健太。構成はスーパースタースティーブです。スコーピオ、そしてスティーブ、ともに場外への飛び技があります。対する丸藤健太、こちらはもはや解説はいりません。あっと鋭い回し蹴りを見せたのはスコーピオです。4人それぞれが、ああ早くも予告が出た、スコーピオが飛ぶぞという場内のアピール。その前にカバーに入る、カウント1で返しました。引き起こす健太にかなり厳しいキックが入りました。ブロッキー状態の健太、スリーパーにかけていきます。スコーピオです。4人それぞれの空中技から目が離せない第3試合、赤コーナー丸藤。試合の権利があるのはスコーピオと健太ですが、健太の動きが少し緩慢です。動きが止まっています。あるいはあのスコーピオのキックでかなり深いダメージを負ったんでしょうか。ギロチンドロップ丸藤にドロップキック、丸藤が怒りをあらわにしました。場内まだ起き上がれません健太。それだけ厳しい角度で顎に命中しましたスコーピオのキックです。スピンキックで動きが止まった健太、青コーナーはタッチをかわしました。スーパースタースティーブ、そしてスコーピオの2人、スリーパーはスティーブです。日米の空中戦が期待された第3試合ですが、序盤で健太の動きが止まりました。一つ場外へのプランチャーを見せた健太ですが、その後スコーピオのスピンキック、顎に命中したところから動きが止まっています。赤コーナーは健太が捕まる展開、左足でサードロープ、ロープブレイクに逃れました健太。カウント4まで離しませんでしたスーパースタースティーブ。ニードロップ顔面に見舞っていきます。ハーリーレイスレスリングアカデミーからこのノアに参戦していますスティーブです。185センチ91キロ、まだ23歳。三沢は外国人を新しくスカウトしてくる際に、即戦力というよりもこれから育てたいと思わせる選手、そういった選手を連れてきたいと話していました。
ティーブはまだ23歳です。伸びしろもまだ十分あります。さあ赤コーナーにケンタ、ケンタが戦えないと見るや物足りないというスコーピオ、赤コーナーにケンタを投げ捨てて、そして挑発しました。丸藤が入ってきます。胸中穏やかではないはずです。丸藤直道、今日の第8試合はチャンピオン金丸がドノバン・モーガンとの防衛戦を行います。まあ、どちらが勝つにせよ次の挑戦者として手を挙げることはほぼ間違いないと言われている丸藤直道。スコーピオとの一戦、まだこのスコーピオに勝ったことはありません。タッグマッチではありますが、今日このスコーピオから勝利を収めたい丸藤です。スコーピオに捕まっています。スティーブとタッチした。さあダブルの攻撃見せるか。スコーピオがあっと丸藤うまくかわした。スティーブどうする。キックを放った。ローピギア、あーっと丸藤投げ捨てるか。いやスティーブこらえている。丸藤はこの状況が分かっているか。スティーブはまだ落ちていない。あとキックを放った。エプロンにスティーブ。さあスコーピオンが青コーナー、試合の権利があるのはスティーブです。丸藤どうする。ヘッドバットをストバックに打つ。あーっとブロックラリアット、フライングラリアットを見せました。そのまま構えられる。どうだ。丸藤際どく返しました。スワンダイブ式のフライングラリアット。スティーブもこういった飛び技を見せます。そのままバックからスリーパーホールド。あーそして画面の向こう赤コーナーではまだケンタが痛んでいる状態です。丸藤が孤軍奮闘、青コーナーにその丸藤を引っ張っていきます。スコーピオとタッチを交わしました。おそらく10月頃には GHC のタッグのベルトができるというふうに見られています。このスコーピオはベイダーとタッグを組む機会が多かったんですが、ただ今日の1周年記念大会ベイダーはシュミットと組みます。果たしてこのスコーピオベイダーとのタッグはあるんでしょうか。さあニュートンのコーナーからシュートクラック、真下に打ちつけるようなミサイル。丸藤が流れを断ち切るか。ロープに振る、振り返すスコーピオ、ショルダースルーは着地する。そしてローリングソバット。ケンタはまだ動けません。赤コーナーにちらっと目があった丸藤、距離を取ってスライディング、スコーピオ鉄柵まで押し込んでいって、さあ場内にアピールした。スコーピオちらっと見た、ロープに吹っ飛んだ。丸藤が飛ぶ、どうだ、飛べ、トップロープを飛び越えました。ノータッチトンペを確保した。丸藤高さ跳躍力を見せました。場内にスコーピオを戻して、なおもニュートラルコーナー、もう一度飛ぶか。スコーピオが止めます。動きを止める、自らもコーナーに登っていく。セカンドロープからナダレスキのプレーマスターかわした。丸藤の動きスコーピオを凌駕している。そしてトランスキック、さあニュートラルコーナー対角線に振る。スコーピオはもう一度振り返す、そして前から行った。1回転してのヒールキック、スコーピオが流れを断ち切って、青コーナーのスティーブと今視点が合いました。アイコンタクト取ったボディスラム、青コーナータッチを交わします。さあ遠い方のニュートラルコーナー、スティーブが首をかっきりポーズだ。さあどうする、距離はかなりあるぞ。ボディープレスがヘッドバット、半分以上飛んだ、カメラがいる。丸打ち返します。わざわざ遠い方まで来ましたスティーブ、その跳躍力をまたまたと見せつけるかのように。さあそしてスイング DDT、 カバーが入った、ケンタ動けない。丸藤のロンリーバトルが続きます。赤コーナーのケンタはまだ動きが取れない。青コーナーの2人対丸藤1人という試合展開。さあスコーピオはコーナートップから黄色ってドロップ、寸前でかわしました丸藤。試合時間10分を経過しています。5分以上丸藤が一人で戦っています。ケンタはまだ動けません。さあスコーピオの前に落とすか、いや着地した DDT、 切り返しを見せました丸藤。赤コーナーに視線を送ります。丸藤はしかしケンタはリングの外、全く動けません。場内からはケンタへの声援が大きくなっている。しかしまだ動けません。丸藤は先ほどから何度も何度もスコーピオの攻撃を断ち切って赤コーナーに視線を送るんですが、ご覧の状態です。ケンタ
あしかし健太が出てきました。果たしてタッチは成立するのか。今手が触れた。さあ健太は動けるのか。気合を振り絞ります。場内から大きな健太コール。スコーピオのキックで動きが止まった。まだ力が入らないか。これで持っていく。一発で動きを止めた。スコーピオバック回って、あどうする。その股の間で腕を入れて、ザーマン変則的に決めた。仲間に入る。健太どうだ。返した返した。これがレスラーの本能。健太は今意識ははっきりしていない状態のはず。しかしカウント3つ入る前に返していきます。ニュートラルコーナーに振った。キックで止める。体は反応している健太。さあセカンドロップから乗っかってヘッドスタート。さあカバーに入った。スティーブがカットに入ります。健太が何とか戦いを続けているという状態。あしかしなおも果敢にいきます。健太エプロンサイドニュートラルコーナーからスワンダイブスキップミサイルキック。この力が残っていました。健太しかしカバーに入りましたが、そのスコーピオの足を持ち上げることができませんでした。健太まだその肩から先、手には力が入らない状態でしょう。健太スコーピオの方が余裕があるか。再び後手返事。足元がうらついた。確信したような表情でスティーブとタッチ。さあ決めるか。青コーナー、リング上はスティーブとケンタ、そしてスコーピオ。ニュートラルコーナーにケンタを座らせました。スティーブ何を持ってくるんだ。首を掴んだ。おスコーピオと合体した。スコーピオと合体した。スカイハイ式2段式のブレーンバスター。こんな技があるのか。マルーズがカットに入ります。まさにアメリカ摩天楼の高層ビルから落とすようなブレーンバスターを放ちました。さあ場外にマルージュ落とした。赤コーナーはピンチだ。ケンタが捕まっている。ニュートラルコーナーの前、スコーピオにも登れと要求しました。スティーブさあどうする。2人がニュートラルコーナー。スコーピオがボディープレス、そしてスティーブがブースタントプレス。返した返した。ケンタ返しました。どこにその記録が残っているんだ。ケンタ場内大きなケンタコール。なおも2人で攻めます。青コーナー、あーケンタは目が開いていない。大歓声です。ケンタがこの歓声を力に変えることができるか。その場内にまざまざと見せつけるようにボディスラム。強いのは俺だと誇示したスコーピオ、このまま一気に沈めることができるか。青コーナーから前を向き直したのグロッツ。これまたすごい動き見せたスコーピオ。マルフジがカットに入ります。そのマルフジをスコーピオが断ち切る。場内はスコーピオ蹴った。スコーピオ決めるか。今アピールしました。さあ出るか。450度スコービッティスクラッチ。カウントが入る。片指が投げ決まりました。まざまざとその空中戦、高さそして跳躍力、威力を見せましたスコーピオ。髪を回して場内アピールです。しかしこのスコーピオの力を引き出したケンタの頑張りにも驚かされました。第3試合、この曲に合わせる余裕を見せますスコーピオ。丸藤を挑発していきます。この2人のライバル対決にも今後目が離せない。ノアのマットはますます加熱していきます。14分6秒、最後は450スプラッシュ。あーっとトラッキング。丸藤が握手を断ち切った。そしてスティーブにも放った。この4人の対決がこれからも盛り上がっていきそうな、そんな予感を抱かせました今日の第3試合。しかしバルフズ、ケンタ、スコーピオ、そしてスティーブ、この4人でしか見られない空中殺法、武道館の高い天井の下繰り広げられました第3試合です。ケンタもよく頑張りました。そしてバルフズ、おそらく完全に天井の下です。場内はスコーピオ、そしてスティーブに惜しみない拍手が送られました。第3試合は青コーナーサイド、スコーピオ、スティーブ組が勝利を収めています。
参加選手として頂点を目指した初代 GHC ジュニア王者決定トーナメントでは準決勝に金丸に敗退。しかし結果的にチャンピオンとなった金丸をギリギリまで追い込んだ戦い、改めてその存在を示しました。菊池剛が武道館のリングに歩を進めます。ラウンド30ポンド菊池剛、斉藤明俊とのシングル対決、気持ちを前面に打ち出したファイトで斉藤と正面からぶつかり合います。菊池剛リングイン。場内にその靴音、足音が響きます。この男が突然箱舟に乗り込んできたのが10月11日以来、青柳正史との師弟コンビで戦い続けた斉藤明俊。その斉藤の動きに変化があったのが4月15日有明コロシアム。力王、森島、ダブル武志のセコンドに立つと、次のシリーズから2人との共闘が始まりました。しかしここに来て再び大きな動きは6月24日愛知県体育館。力王のアクションに反発した斉藤が選んだのは秋山と共に戦っていくことでした。秋山と組むことで次なる目標は GHC タッグ王者に定めた斉藤。大いなる野望を胸に秘め、斉藤が武道館のリングに姿を現します。今宵メインで秋山が三沢の持つ GHC ヘビー級王者に挑戦。タッグパートナーとしてまず先に菊池から勝利を収めることができるか。斉藤明俊、場内にアピールです。斉藤明俊、第4試合はシングルマッチ、2人の気持ちを前面に出した熱い戦いに期待が持てます。斉藤対菊池、ゴングが鳴らされました。シングルマッチ30分の一本勝負です。両手を大きく広げました。突っかけていったのは菊池剛です。リング中央に構える斉藤明俊、白のタイツが菊池剛。まずキックを放っていきました斉藤明俊。意識的に余裕を見せようというんでしょうか、ゆっくりとした立ち上がりを見せるのは菊池剛です。さあ額を突き合わせてエルボーテック打ち返す。菊池がエルボーを打っていきます。早くも両者の吠える声、この武道館にこだましていきます。連発で打っていくのは菊池剛、場内のボルテージが高まっていく。菊池のピッチも早まっていく。さあロープに飛んだ、ゼロテキック、斉藤を倒しました菊池剛。カバーに入ります。両者ともにハイスパークのレスリングが持ち味、序盤戦から飛ばしていきます菊池、そして斉藤。斉藤の持ち味であるキック、これをどう止めていくか菊池剛。エルボー打っていきます。打ち返す斉藤、キック出ました。これが斉藤の場内にアピールです。10月には GHC タッグのベルトができると言われています。おそらく秋山のパートナーとしてリングに立つことになるであろう斉藤明俊。今日のメインでは秋山、 GHC ヘビー級王者に挑戦します。パートナーとしてまずこの試合勝利を収めて気持ちよく秋山を迎え入れたい斉藤明俊です。場外に逃れた菊池、追っていきます。エプロンサイドの特設、さあ下は鉄板だぞ。菊池がかわしたエルボーっていく、逆に首を抱えた菊池がプレバスター返す斉藤。鈍い音が響きました。距離を取ったキック、カウンターで打っていきます斉藤明俊。なおも挑む菊池ラリアット、動きを見ていたのは斉藤明俊。2度にわたる菊池のランニング攻撃を受け止めました。場内に戻しますが菊池は再びリングの外へと降りていきます。あ、しかし動きを見ていた、足を捕まえた斉藤の左足、これはキックで使う足です。足首アキレス腱固めの体勢菊池、場外でのアキレス腱攻撃です。ロープに逃れることはできません。斉藤は苦しい表情だ、足首を固めていっている。
明らかに斉藤のキック攻撃を意識しての菊池剛のこのアキレス腱固め、そして足首への攻撃、場内に斉藤戻しました。菊池、いや戻していない、まだその足は離していない、完全にその寮の真中、斉藤の足しか見ていません。レフリーとの駆け引き、カウント2つで手を離しました。菊池一旦離れます。菊池剛です。 GHC 初代のジュニア王者を決めるトーナメントでは1回戦2回戦青柳 BJ ホイットマンをそれぞれ破りました。しかし準決勝金丸に敗れて惜しくも王座体感はなりませんでした。斉藤の左足に照準を絞っています菊池剛です。ももの横長径靭帯のあたりに蹴りを加えていきます菊池剛。鍛えても筋肉が覆いかぶせないところ、キックのダメージをそのまま受けてしまいます。さあ気合が入った表情張り手、両者の視線が火花を散らします。張り返した、たまらず膝をついたのは菊池だ。菊池の脳が揺れています。斉藤がペースをつかみ返す。さあ場外に今度は菊池を自ら落としていきました。斉藤場外での借りは場外で菊池捕まえた、結果前から崩れ落ちました菊池。さあどうする、鉄柱に菊池を固定した、キックはかわそうとしましたが見ていました斉藤、あ捕まえた捕まえた、そして鉄柵の上に足を固定した、膝を固定した、この攻撃危ない、鉄柵を蹴る、膝の裏側内側にダメージを与えます。斉藤クモの表情、膝がねじれる、複雑に剣が絡み合う膝、その剣を分断しようという菊池の場外での攻撃、膝の内側は鍛えても筋肉がつかないところ、最も怪我をしやすいところと言われています。急所を攻めていきました菊池のピンポイント攻撃、斉藤がその足の違和感を気にしています。畳みかけるのは菊池、左足を捕まえて、さあロープを掴んでいるレフリーは見ていない、ロープのハンドを使って、そして膝の裏、膝を折り曲げていきます。不自然な方向に曲がっている斉藤の膝、カウントが数えられますがギリギリまで離さない菊池、勝利への執念を見せます。さあ最後手に振る、どうするエルボー、取れなかった、ラリアットかわした、さあどうする、キックで止めたのは菊池だ、エルボー一発で倒しました。かつては三沢と共に戦った菊池です。エルボー一発で斉藤明俊を倒していきました。ノア旗揚げから1年が経ちました。小橋との共闘、さらにはジュニアで王者を目指した菊池、次なる目標はもう一度ジュニアのタイトルを狙うということになるんでしょうか。さあニュートラルコーナーのトップに斉藤を固定した、座らせました菊池、ノアの誇りがそのパンツの後ろに見えます。落としていった斉藤、あーっとコーナーのトップにゼロソンキック、これは効いたか斉藤。さあセカンドロープ、トップロープ、コーナーを上り詰めていきます菊池、さあ自分の膝を固定してフロントスイープレックス7連式、場内大の字の斉藤へのヘッドバットはかわしています。斉藤が一気に攻勢に出るか、2000年の10月11日愛知大会からノアへ参戦しています斉藤、フリーとして戦い続ける斉藤です。さあロープ飛んだ、ラリアット迎撃、青柳正史とノアに殴り込みをかけました斉藤。さあ輝いてパワーボム、そのままエビ固め、リングの中央、青柳との戦い、フリー参戦の色が強かった斉藤ですが、さあここで一気に決めるか、裏落とし、玉が入る、カウントだ、打ち返します、斉藤が流れをつかんだ、一気に決めるか、鋭い眼光が場内を見回す、リングの中央、膝蹴り一発、さあ首をかけた、死神の鎌、スイクルデスで決めにかかった、課題はダメ、最後は死神の鎌、菊池の首をかき切りました。
得意の円錐切り、斉藤明俊が勝利を収めています。最後は一気に自分の流れに持っていきました。勝利の感触を確かめました斉藤。敗れた菊池剛、場内にアピール、大歓声をその一心に受けます斉藤明俊が意気揚々と今花道を下がっていきます。7分42秒、まさに2人のハイスパードレスリング、一気に斉藤が旗をつけました。リング上残された敗者菊池剛、両者の気合がぶつかり合った第4試合シングルマッチは斉藤明俊が7分42秒、スイクルデスで菊池剛からスリーカウントを奪っています。自動車保険の更新ハガキが届いたんだけど、休日しか乗らないし通販型もいいかなって。保険料は条件によって異なりますが、対人対物はもちろん無制限、人身障害と車両保険をつけてこの価格になります。さらに年間予定走行距離が5000キロ以下でしたらこの価格に。車両保険を外したら。はい、こちらになります。そんなに？でも事故の時は大丈夫？はい、ご安心ください。チューリヒは事故対応でも高い評価をいただいています。24時間365日受付で専門スタッフが現場まで駆けつけます。それでこの保険料？また事故の際の修理箇所を永久に保証するサービスもご用意しています。安心だね。事故も起こしてないのに保険料があまり変わらなくて通販型もいいかなって。車両保険もつけてこの価格です。車両保険もつけて？さらにゴールド免許でしたらこの価格に。車両保険なしの場合はこちらになります。助かるわ。でも何かあった時は？チューリッヒは車両保険なしでも全てのご契約にロードサービスが無料でついています。事故や故障の際現場での応急処置に対応できるサービス拠点が全国に約9500箇所ございます。しかも故障の際のロードサービスはご利用いただいても翌年の保険料や等級には影響はありません。通販型でも安心ね。でも保険料は？はい、この価格です。またチューリッヒには7つの割引がございます。例えば早割、保険開始日の45日前までにご契約をされたお客様への割引です。いいわね。ケア、いつもあなたのことを。皆様もお気軽にチューリッヒにお電話ください。10分ほどでお見積もりをご案内します。お見積もりはもちろん無料、フリーダイヤル551993。バイク保険もチューリッヒ。悪夢が井上を襲ったのは3ヶ月前の 4.18 ここ日本武道館。ノアの代表としてゼロワンのリングへ上がりました。しかし待っていたのは B 型脱臼という大試練。プロレスができない苦しさ、地元山梨大会もリングに上がれないという辛い思いを味わいました。長期欠場、そして長いリハビリ、晴れて7月シリーズの開幕戦に間に合った井上雅夫。苦い思い出のあるここ日本武道館で完全復活なるか。井上雅夫、右肩を脱臼した時、この日本武道館の同じリングに立っていたのが本田多門でした。1年前の旗揚げからタッグを組んできたそのパートナーのもがき苦しむ顔、そんな表情は二度と見たくない。ならば2人で今一度頂点を目指して駆け上がっていくのみ。 7.16 大阪大会ですでに復帰戦を飾っている2人、お互いが求める最高のパートナー、本格の再スタートはここ日本武道館から。ウェイブ、特に三沢とタッグを組む機会が増えていた佐野拓磨。しかし 7.21 福岡大会、相手チームにいた池田のタッグパートナー交代要求に応じる形で急遽池田とタッグを組んだ佐野拓磨です。一匹
匹狼池田との共闘を匂わすその行動の答えは今日出るかもしれません。相手はこのタッグキャリアのある井上、そして本田。フリー参戦からノア所属となった経歴がくしくも同じ両さん、佐野拓磨、そして池田大輔です。タッグキャリアでは上を行く本田、そして井上、このタッグに対して今日はどんな戦いを見せるのか。急増タッグ、しかし同じ思いがあるかもしれません。佐野拓磨が今ゆっくりと入場してまいりました。池田との共闘に終わした佐野拓磨、今リングイン。6.24 愛知大会で大森とのシングル戦に勝利した池田、その口から飛び出したのはウェイブ脱退宣言、独り立ちの決意表明でした。7月ツアーから毎試合パートナーを変え、タッチの拒否、先発をめぐっての言い争いなど毎日仲間割れ寸前だった池田大輔。しかし今日は唯一その池田に歩み寄りを見せた佐野拓磨とのタッグで臨みます。黒いマントを羽織っている、黒いマント、そして振りかざすこの大きな剣、これは改めてこの日本武道からのスタート、その決意の表明か。池田大輔、今ゆっくりとリングに近づきます。足を捉えている。さあこれが何を持っていくか。抱え上げた、力技で抱え上げたぞ。水車落としに持っていった。この辺がタモンの力技。そして固めて、この桃田さん、これは決まり、いや今ね、決まりそうになりましたけど、佐野選手が早めにカット入りましたよね。
こういったところもタモンの持ち味、隙をついて、さあバックに回ったぞ、バックに回ったぞ、デッドエンドがあります。非常に対空時間の長いジャーマンスープレックス、そして投げっぱなしある、井上がカットした、井上がカットした、佐野がいます、ラリアット、うん、耐えている、おっと、そして場外では飛べ、佐野が飛んだ、中では大ちゃんボンバー、これで決まってしまうか、返しました、返しました。いやだけど選手全員がテンション高いですよね、まさしく両者4人ともその止まっている時間が全くありません、ないですね、もう動きっぱなしっていう感じですよね、全て最初から一つ一つの技が決め技のように見えてきます、はい、そして池田がトップコーナー登ろうというところ、いや井上が抑えています、そしてそのトップから抱え上げてスパインボーの形で背中を打ちつける、カバーに入ります、これは三角締めですね、いや入ってまだこらえている、こらえている、危ないですね、これ危ないですね、落ちた、あちょっダモンの表情が、ダモンの表情が、あっと、あっと、なんということか、池田大輔三角締めリングの中央、本田ダモンの意識が飛んだ、ウェイブからの脱退宣言、そして独り立ちを表明したこの池田、桃田さん、いや新しい池田を見たような、全く桃田さん、そうですね、言葉が出ないと言いますか、出ないですね、あのね、あの本田選手 の, あの要するに大技を食った後にですね、そうね、食らいましたよね、食った後にすぐその反撃の、それも三角締め、これはちょっと予想しないような展開でしたね、まあ、ウェーブから脱退して会場を受けよりもとにかくその戦いに集中したいんだ、そう言って一人の選手としての戦いを挑むために独り立ちした池田大輔、最後は本田多門三角締め、4分1秒で下しました、いやすごいスピードですね、本当に、だけどあの池田選手にとってものすごいいい結果を出したという感じは見えますよね、これからの池田大輔、そしてその池田に歩み寄りを見せた佐野拓磨とのコンビにもちょっと注目したいですね、そうですね、そして3ヶ月ぶりに戻ってきたこの井上、元気な姿をまた見せてくれました、この2人もまたタッグパートナー、タッグでの戦線にまた名乗りを上げてくることも間違いないですね、今日のやっぱり屈辱をね、本田選手としても晴らしたいっていう、晴らしてほしいですね、気持ちがあると思います、はい、最後はまさしく生まれ変わった池田、そして池田とタッグを組んだ佐野、その2人が本田、井上を下しました、新しい池田を見た感がします、すごい、まさしく強い池田、その池田の姿を見て取ることができました、三角締めで下しています、外国人が参戦、中でもひときわその存在感を示したのがブルシュミット、198センチ120キロ、今場内にアピールです、恵まれた体格から繰り出すダイナミックな技、この男から目を離すなブルシュミット、
Tシャツを投げ入れました。今ベイダーがリングイン。青コーナーはベイダー、ブルシュミット。まさにナチュラルパワーを秘めたこの2人の外国人選手です。圧倒感があります。青コーナー、秋にも新設されるという GHC タッグのベルト。三沢は小川、秋山は斉藤、そして田上のパートナーがこの泉田純です。ノア旗揚げ1周年、振り返れば8月6日タッグで、そして9月15日にはシングルで大森高尾を破った泉田。田上とのタッグで再浮上を目指します。泉田純がリングに上がりました。初代 GHC ヘビー級王者決定トーナメントは1回戦敗退。そして5月18日チャンピオン三沢に挑戦も敗北。自らの存在感を示すです。そして再び GHC 王者を目指すべく、その挑戦権を争うベイダーと今宵タッグで激突します。栄冠を再び我が物へ。俺が田植えだ。早くもボルテージが高まっています。ベイダー、そしてシュミット、ナオコーナーサイド、4人が出揃いました。赤コーナーは泉田、青コーナーはベイダーだ。ベイダー、泉田でゴンが鳴りました。第6試合タッグマッチの30分一本勝負です。田植えにしきりに視線を送っています。ベイダーです。リング中央組んだ。放送の解説は桃田光雄さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ベイダーが田植えの方に視線を送りましたが、両者かなり意識があるようですね。それはあると思いますね、あのお互いやっぱりあのなんていうんですか、外人のトップとそれから、まあ、あの日本側のトップ選手という意味、あの気持ちはありますでしょうからね、さあしかしその田植えを尻目に早くもベイダーが止まらない。ベイダーアタック、そしてラリアットまで見せました。早くも泉田の動きを止めています。ベイダーです。全シリーズは欠場したベイダー、まさに充電を経てそのパワーを倍増して帰ってきました。ベイダー青コーナーで泉田にパンチ、そしてベイダーハンマーの乱れ打ち、赤コーナーに振る。ベイダーラック、あこれを見てすかさずタウエがカットに入ります。タウエが脳天チョップを繰り出す。泉田の劣勢を見てタウエが急死に入りますが、ベイダーがそのタウエの動きを止めるか。さあフロントで締め上げていく。締め上げたまま青コーナーとタッチです。桃田さん、このブルシュミットという選手もかなり楽しみですね。そうですね、あの新しい選手ではありますけれども、体っていうか要するに上手がありますんでね、これで要するにその横がついたら、ものすごいパワーを発揮するんじゃないかという期待を持っている選手が、堂々とし、田植えが早くも見せたカバーに入る。ベイダーがカットに入ります。田植えが192センチ、シュミットはそれを上回る198センチです。田植え、ベイダー、そしてシュミット、泉田も185センチありますから決して小さくありませんが、そうですね、やっぱりだけどこの中に入るとやっぱり小さく見えてしまいますよね。そうですね、小柄な選手に見えてしまいますね、そして10月にはタッグのベルトができると言われています。まあ、ベイダーは誰と組んでももちろん優勝候補ですよね。そうですね、そのベイダーのタッグパートナーが誰になるのか、今日のこの一戦次第ではこのシュミットにも可能性があるわけですね。いや十分あると思いますね、やっぱりあのベイダー選手もやっぱり自分に匹敵するね、パワーなり要するに上背、体を持っている選手を選びたいと思うでしょうから、そういう意味ではやっぱりシュミット選手は結構、チャンスがあると思いますね。そのシュミットが力を見せました。ラリアットで泉田を倒して2ドロップカバーに入りますが、泉田は返しています。抱え上げました。132キロある泉田、叩きつけた。ベイダーとタッチします。この2人が組んだらその力は計り知れない。さあベイダー、このスポット危ない、このスポット危ない、リバースプラッシュ、いや強烈に入ってますね今のは。ベイダーが試合開始当初から一気に決めようという勢い、もう一度いったビッグマンクラッシュ、その息遣いがマイクを通して聞こえてきます。
場内を睨みつけた。もう一度いった。170キロのプレスが3回。さあ田植えつかげる。田植え落としました。こうなるともう陸上はベイダータイム。もう一度いった。カバー。泉田もなんとか返します。いやだけど今のはもう決まってもおかしくない状況だと思いますよ。そうですね、170キロが4回、合計640キロが落ちてきた。さあベイダーハンマー、泉田の脳が揺れている。場外ではシュミットと田植、赤コーナーサイドは危険だ。さあもう一度カバーに入る。スリーカウント、なんということだ。ベイダーが一気に決めた。気合を見せたベイダー。次のチャンピオンへの挑戦者は自分だと言わんばかり。この表情を見ろ。すごいですね、ものすごいアピールの仕方だと思います。そして田植えに強烈な視線を下して今泉田へ視線を落としました。勝者は自分だという強烈なアピールです。ベイダー、まあ、ベイダーは選手率バルバル欠場している間に秋山の挑戦が決まってしまいました。そうですね、まあ、自分の中での見えてあげる思いというのもあるでしょうね。当然あると思います、今日のメインイベントをやっぱり見据えてのアピールだと思いますよ、はい、そうですね、はい、メインベンダーを食うほどの迫力を見せましたベイダー。ああ、そして子供と今タッチします。3分49秒、泉田を一気に文字通りリングに沈めましたベイダー。そしてその後ろ、体格では全く気を取りませんシュミット。この2人が組んだら脅威です。アメリカから来たナチュラルパワーファイター2人、果たしてこの2人が組んで10月以降のタッグ戦線優勝争いに絡んでくるんでしょうか。田植え泉田組を3分49秒で下しました。第6試合はベイダー、ブルシュミットがそのナチュラルパワーで勝利を収めています。ダイナミックな技の数々、とくとご覧あれ。ノアのマットにはこの滋賀シリーズから参戦、そしてこの日本武道館初上陸となります。これがノアにやってきた刺客マイケル・モデスト。体重100キロはヘビー級、ジュニアヘビー級、どちらも狙える体格。その狙いは一体どちらに定めているのか。青コーナー225ポンドマイケル・モデスト。ゴングを今聞きました。小川義成対マイケルモデスト、シングルマッチ30分の1分勝負で行われます。まずはヘッドロックに行こうというところをくるっと体を入れ替えました小川義成です。かつてはジュニアヘビー級で確固たる時代を築いてきた小川義成、ノアの旗揚げより本格的にヘビー級に進出しています。そして対するはこのスキンヘッド、そして彫刻のような綺麗なこの肉体、これがマイケルモデストです。放送の解説は桃田瑞生さんです。
桃田さん、はい、このモデストと小川の一戦、これも非常に楽しみですね。そうですね、モデスト選手はものすごく要するに体をいい状態に作り上げてますし、今回の要するに、もちろんベイダースコルピオ選手は別にして、ノアさん初参戦の要するに外人選手の中では一番キャリアがあると思うんですよ。そうですね、で試合運びもかなりいいものを持ってますんでね、はい、これからやっぱり、体格的に言うと基本的にはやっぱりジュニアに向いてると思うんですけれども、そのジュニア戦線でかなりいい、またこれモデスのおちょくるようなそんなシーンがありましたね。 そしてその小川ロープに振って体当たりが勝ったのは小川だ。体を飛び越していかない、いかない、これ足を取られた。桃田さん、普段は試合巧者といいますか、試合のこの流れを作るのがうまい小川なんですが、そうですね、その小川が手玉に取られるようなシーンですね、これは。結構初めにですね、小川選手がモテスト選手をちょっと挑発するような動きをしましたんでね、それに対するアピールだとは思うんですけども、この辺はやはり分がある顔が、この辺はうまいところを見せます。この試合運びのうまさ、あるいはインサイドワーク、相手を挑発する、そういったところでも共通のある両者と言っていいですね。そうですね。まず後ろに回りましたモデスト、サンフランシスコにある団体 APW に所属しています。三沢が5月から6月にかけて新外国人発掘のためアメリカに渡りました。そしてかつてのダイナマイトキッドのような切れ味鋭いファイトをする選手を探していきたいと言っていたんですが、この辺はまさしくその、ダイナミットキットというよりもそのさらに上を行く、頭脳プレー、あるいはそうですね、だけどこれからまだ先ですね、モデスト選手が見せてない部分がありますので、ただ今腕を攻めましたよね、はい、ああいう腕を攻める時のキレがですね、はい、本当ダイナマイトキット選手を上回るような、キレの良さを持ってますね。おっと上着を切り裂きました。この瞬間瞬間のスピードというものが目を見張るものがありますね、特にジュニアの選手にはああいう動きが一番大事ですから、ジュニアならではのこのスピード、そしてこの攻防、非常に肌のツヤのいいこの彫刻のような綺麗なこの筋肉をつけているマイケル・モデスト、178センチ100キロ、178センチ100キロということですから、ノアは100キロ未満がジュニアということで、ヘビーでもジュニアでも、境目にちょうど位置するこのモデストなんですけども、小川もこのジュニア出身でこれからヘビーでやっていこうというところ、この2人ともこれからジュニア出身ですがヘビーでやっていけるなという感もありますね。そうですね、試合のうまさとかですね、なんていうんですか、そのテクニックで言えばね、もう間違いなく要するにヘビーでも通用する選手たちですから、そうですね、楽しみだと思いますよ。そして今のように普段ならば小川が相手に仕掛けるようなそのパワーをこうくるっといなすような、はい、そういったことをこのモデストもやっぱりできるわけですね。そうですね、いい動きしてると思いますよ、はいはい、そして瞬間瞬間のこういったスピード技、力技もあるんです。体はね、モデスト選手見れば分かるように本当にパワーをつけてると思うんですよね、だからそういう意味ではやっぱり小川選手よりパワーの面で言えば、はい、やっぱりモデスト選手の方がちょっと上かなという感じはしますけどね、7.21 の福岡大会では丸藤を軽々とリフトアップするなどそのパワーを見せつけたこのモデストです。ジュニアの選手が相手選手を頭の上にこう抱えてリフトアップするなんていうシーンもね、あまりないですよね。そうですね、ジュニアの選手でやっぱりそれだけパワーを持ってる選手ってそれほどいないですからね、あとそして椅子を取り上げたぞモデスト、場外戦でこのラフプレーも持っているという中モデスト、小川の腕、左腕悶絶する小川義成、試合運びのうまさ、そしてこの受け身などのうまさではノアの中でもトップクラスの小川義成なんですが、その小川が窮地に追い込まれています。モデストのうまさの中に現在丸め込まれると言っていいでしょう。場外乱闘、場外戦となっている。さあここから打開策はあるのか、さあ切り返した、この辺はうまく切り返していった、スピンヘッドにこの熱い処理、しかし鉄柱だ、鉄柱にこの先ほど痛めた左腕、それを強打しました。やっぱり試合の展開を自分の方に引き込むのがね、うまいですよね、結構ね、小川に行きかけたペースを、すぐ引き戻してますんでね、一つの技で自分のペースに力ずくで戻してくるといった、そういったインサイドワークを持っています。リングのほぼ中央、今度は腕を固めていこうというマイケル・モデスト、高校3年間はアマレスを経験、そして18歳でプロレスラーとなりました。96年に設立された比較的若いプロレス団体 APW に所属しています。そしてそのドノバン・モーガン、今回
モデストと同じようにこの7月リリースからノアに参戦しているんですが、そのドノバン・モーガンにプロレスを APW で教えました。現在はそのAPW からこのマイケル・モデスト、そしてプロレスを教えたというドノバン・モーガン、2人で指定タッグとしてこのノアに参戦しています。モデストを見る限り、まあ、立ち技、そしてこういったグラウンド技でも十分見せることができる。そうですね、開始が早いですよね。非常にまあこういったモデストなんですが、研究熱心なところもありまして、プロレスラー2年目ですでに日本のプロレスをビデオで見て、そのレベルの高さに驚いたと、その2年目でも勉強していたというんですよね。そうですね、それを僕も聞いてるんですけどね、やっぱりある意味では相手の動きをものすごい研究して、はい、それでそのなんて自分が敵地に乗り込むんですよね、はい、この辺の動きはアメリカのプロレスならでは、見せるプロレス、見せるプロレス、会場を沸かせます。マイケルモデスト、こういった楽しませるプロレスもできるモデストです。非常に研究熱心、そして真面目なところもあるモデスト。日本のプロレスを早いうちから勉強していた、だからこそすでにこのノア7月から参戦しているんですが、十分に溶け込んでいますよね。そうですね、まあ、それからですね、ああいうお客さんにアピールできるということは、自分の自信からなせる技なんですよね、自信がなければああいう余裕は出てこないですから、自分でこの試合をするだけで普通ならばこういっぱいいっぱいでアップアップしてしまうんですが、観客を沸かせる術も知っているということですね。そういうことですね。さあ体を入れ替えて、今度は小川がネックブリカードロップ、ここからなんとか小川としても自分のペースに持っていきたいんですが、そうですね、今のところやっぱりちょっと不利な状態が続いてますんでね、まあ、小川選手 の左肩のちょっとテーピングがね気になるんですけれども、先ほども鉄柵攻撃あるいは鉄柱攻撃、この左腕を狙っていきました。さあ流れ式で何かを持っていくか、マイケル・モデスト盤石の体勢、臨戦体勢で、ここからいや小川が小川を返していきます。うわ、目をつきましたね。おっと、これはヘッドシダーストホイップ、これは自分の体を逆のようなリバースのような形で、いや、あれはやっぱり一つの力技ですよね、倒立のような形でしっかりと相手の首を両足で掴んで投げていきました。さあチョークスラムの体勢か、あと前に持ってった、チョークスラムの形で前を落としていきました。フェースバスターの変形、フェースクラッシャーのような形になりました。ね、まあ、だけど受ける側のですね、小川選手がですね、はい、要するに喉が入ってるっていう感じで、はい、逆に錯覚を起こしますね、はい、そして川津掛けからそのまま固めていますよ。うんと、これは大丈夫、うん、これまだノーということですね。いや、これ決ま、完全にこれは技の決まり具合どうですか。いや、これはかなり危ない、なんとか、サードロープに足が届きました。いや、今かなりいい形で入ってましたんでね、一つのこの関節技、決め技を見ても完成度が高いですね。そうですね、入り方もいいですし、ね、スムーズですから、一瞬の隙をついて固め技、このまさしく試合巧者の小川が、おっと、これは反動が自ら来たか、そして続ける、さあここから小川としてはなんとか自分のペースに持っていきたい。まさしくここまではいいようにモデストにやられてしまった小川、初めてこの横たわっているモデストを上から見下ろすような形になった小川がバックに回って、バックドロップ、お箱のこのバックドロップを見せた小川、2連発でいか、引っこ抜いた、2連発脳天直撃、カバーに入る、カウントはカウント2つ、このタフネスぶりもあります。スタミナもある小川、返していったのはモデスト、ラリアットかわした、後ろに回して DDT、 この辺の技の流れ、小川に分かるか、いい、ね、カバーに入る、7.22 の広島大会田植えとのシングル対戦、その田植えも小川に翻弄され、小川のうまさ、したたかさ、しぶとさが光ったんですが、それをこの試合でも見せることができるか、小川よしなり、相手を脳天かかと落とし、さあ相手にダメージが残っている、この瞬間にトップロープに持っていこうというところですが、モデストが来ます、モデストが来ます、トップロープに座るような形になっている、小川を捉えてフィッシャーマンズのような形で、フィッシャーマンズ、そのままそのまま流れ式でホールド、モノカさん、いや今のはいい角度で入ってますね、流れ式でそのまま流れ式で抑え込んでいきました。決めていこう
この体勢はリアリティチェックの体勢、かわした、かわした、決め技をかわした、小川をかわした、そしてパワースラム、パワースラム、カバーに入ってるぞ、起こしています。これはマイケル・モデストが自ら起こした。これは先ほど自分の決め技リアリティチェックが返された、その接触、そうですね、やっぱり決め技でどうしても決めたいっていう気持ちがあるでしょう。リアリティチェック、現実を見ろ小川、現実を思い知ろ小川義成、マイケル・モデストリアリティチェック。しかしまだカバーに行っていません、カバーに行っていません、ここでカバーに行きますが、いや、小川はしっかりとサードロープに足が届いています。これは今モデストとしては技が決まった瞬間抑え込みに、いや、もうあの自分で勝ったっていう自信を持ったんだと思いますね。さあぐったりとまさしく大の字、宙を見上げる小川に対してコーナーのトップに登っているモデスト、ダイビングは自爆、これはよく見ていた、よく見ていて、しかしなんとかかわしたという小川でしょうか。いや、結構ダメージ残ってますね、小川選手、全く動きがないですからね。モデストの必殺技リアリティチェック、リアリティチェック、まさしく自分で現実を見ようという、その現実のもとに後頭部を強打して全く勝てない、カウントが入っている、カウントが入っているぞ、ここでセブン、モデストが先に立ち上がった、この筋肉を見よう、浮き上がる血管を見よう、そして俺の力こぶを見よう、なんという生命力、なんという気力、そして、いや、いいですね、あ、小川も生きていた、小川も生きていた。さあ今度はお返しとばかりに小川義成がなだれ式でブレーンバスター、今度は大の字、今度は決めに行くのは小川義成か。30分の一本勝負で行われているシングルマッチ、バックドロップ、一発ホールド、抑え込んでいる、日本武道館が揺れている、揺れている、なぜ決まらないんだという小川、スタミナはあるモデスト、ことごとく技を返される、しかし映らない表情なモデスト、技を返していった、2点3点と技を返していく、丸め込んでいったのモデスト、いや、小川が逆に丸め込んだ、小川が丸め込んだ、カウント、カウント3つを聞いた、今確かにカウント3つを聞いた、小川勝利を確信して倒れ込んだ、まさしく桃田さん、これは死闘ですね。いや、そうですね、あのそれとやっぱり最終的にはですね、あの小川選手 の、 あの試合巧者といいますかね、あの完全に3セットをですね、はい、逆に利用したという感じですからね、はい、ポイントポイントで外せないところでは技を返していった小川、そうですね、もう一番ここぞ一番というところで必ず自分のペースで試合運べたということがやっぱり勝因につながっていると思いますね、両者で健闘を捉え合います、非常に素晴らしい試合を見せてくれた両者、シングルマッチ30分の一本勝負、小川義成、マイケル・モデストの一戦、最後は13分9秒、エビ固め、小川がマイケル・モデストを下しました。しかし、桃田さん、はい、マイケル・モデストのこれからが非常に楽しみですよね。いや、本当に楽しみだと思います、はい、ものすごいあのいいものをね、たくさん持ってると思うんですよね、はいはい、試合は13分9秒、エビ固め、マイケル・モデスト、シングルマッチ、小川がモデストを下しました。ありがとうございます。自動車保険の更新ハガキが届いたんだけど、休日しか乗らないし通販型もいいかなって。保険料は条件によって異なりますが、対人対物はもちろん無制限、人身障害と車両保険をつけてこの価格になります。さらに年間予定走行距離が5000キロ以下でしたらこの価格に。車両保険を外したら。はい、こちらになります。そんなに。でも事故の時は大丈夫。はい、ご安心ください。チューリヒは事故対応でも高い評価をいただいています。24時間365日受付で専門スタッフが現場まで駆けつけます。それでこの保険料。また事故の際の修理箇所を永久に保証するサービスもご用意しています。安心だね。事故も起こしてないのに保険料があまり変わらなくて通販型もいいかなって。車両保険もつけてこの価格です。車両保険もつけて。さらにゴールド免許でしたらこの価格に。車両保険なしの場合はこちらになります。助かるわ。
でも何かあった時は、チューリッヒは車両保険なしでも全てのご契約にロードサービスが無料でついています。事故や故障の際、現場での応急処置に対応できるサービス拠点が全国に約9500カ所ございます。しかも故障の際のロードサービスはご利用いただいても翌年の保険料や等級には影響はありません。通販型でも安心ね。でも保険料は？はい、この価格です。またチューリッヒには7つの割引がございます。例えば早割、保険開始日の45日前までにご契約をされたお客様への割引です。いいわね。ケア、いつもあなたのことを。皆様もお気軽にチューリッヒにお電話ください。10分ほどでお見積もりをご案内します。お見積もりはもちろん無料。フリーダイヤル 551-993。 バイク保険もチューリッヒ。有明のディパーチャー、船出、日の出の勢い、グレートボヤージ、ノアの箱舟、順調なる航海に待ち受ける荒波、in日本武道館。アメリカからのハリケーン、狙われる GHC ジュニアのベルト、 APW 所属ドロバン・モーガン。ノアに乗り込んだ狙いは一つ、ベルト奪取。夢の舞台、日本プロレスリングノア、ドリームカムズスルー。そしてもう一つのドリーム、それがグローバルオナードクラン、ドラマンモーガンリングイン。日ごとに待つ責任、風格、6.24 アイス大会、勝ち取った金色のベルト、GHC、地球規模の崇高なる王位、金丸義信、日本武道館に現れる。金丸が誇らしげに肩に抱く、ノアの至宝、GHC、まさに地球規模、メキシコ人、クベントゥ・ゲレーラとの決勝、そして、アメリカからの刺客、ドノバン・モーガンとの防衛戦。海外に流すな GHC、 王者の使命を、そのプレッシャーを力に変えて、それが GHC のベルトを巻くチャンピオンの責任。試合前 GHC 会見の管理委員長上級中に選手権試合に宣言を行います。認定書、この試合は GHC タイトル管理委員会が認定する GHC ジュニアヘビー級選手権試合であることを宣言。2001年7月27日 GHC 管理委員長上樋口。続きまして、チャンピオンベルトの今、金丸から GHC ジュニアヘビーのベルトが返還されました。さあ、いよいよ始まります。 GHC ジュニアヘビー級選手権試合、60分一本勝負。チャンピオン金丸義信、そしてチャレンジャーロドン・モーガン。ラウフォンが挑戦者、260本勝負、ドラマン・モーガン。
ン、ドノバン・モーガン。GHC を守れ、ノアを守れ、ジュニアを守れ、金丸義信。GHC ジュニアヘビー級選手権試合60分一本勝負、チャンピオン金丸義信、対するはチャレンジャードノバン・モーガン。今ゴングが打ち鳴らされました。拍手を歓喜するチャレンジャードノバン・モーガン。さあ組み合った。押し込んでいくのは183センチ96キロのモーガン。体を入れ替えた、再び体を入れ替えました。赤コーナーを背にしているのがチャンピオンの金丸義信。厳しいエルボーを受けた。しかし胸元をついていきます。顔面ヘッドロックからモーガンを飛ばした。そして体当たりはモーガン、自らロープに飛んだ、飛び越えた、アモフィップ。金丸があとキックを受けた、巻き投げ、そしてヘッドスラースに行きたいがブレイクしました。速い攻防を見せました金丸、そしてチャレンジャーのドロバン・モーガン。放送の解説はかつてジュニアを制したこともある桃田光雄さんです。速い攻防が見られましたね。そうですね、まあ、お互いに要するに金丸選手とすればやっぱり、はい、やっぱり防衛するためにね、このものすごい強敵を迎えているんで、そうですね、このシリーズずっとこのモーガン選手の試合を見てますけども、はいはい、技も豊富ですしね、まあ、もちろんジュニアですから当然豊富といえば豊富なんですが、はい、そのパワーもありますし、そうですね、まあ師匠のモテスト選手とね、はい、タイプ的には似てるんですけれども、やっぱりなんていうんですかね、若さがある分、はい、やっぱり一発があるから怖いですね。1976年1月10日生まれの25歳、ドノバン・モーガン。183センチ96キロ、この GHC ジュニアヘビーは100キロ未満の選手に挑戦資格があります。96キロ、まあですからその体重は有効に使われるということですよね。そうですね、はい、はい、対するチャンピオンの金丸義信は173センチ85キロ。嬉しい躍動陣合っているリング中央。さあ逃れることができました、チャンピオンの金丸義信。こういったグランド技にもテクニックがありますよね、このドノバン・モーガン。そうですね、要するにこの彼の師匠である、はい、モデスト選手の動きを見てても、かなり要するにその関節技とかそういうのにも、はい、要するにそのうまさを発揮してますんで、そうですね、そういうところは全部なんていうんですか、モーガン選手に教え込んでると思うんですよね。そして彼自身高校時代はアマレスを経験してたそうですね。うん、それも聞いてますね、はい、まあ、要するにアマレスがあるということは要するにもちろんグラウンドではかなりの効果を持てるということですからね。そしてこういったダイナミックなパンチ、キックを放ちます。金丸が苦悶の表情、エルボーを打った。さあラインメイヤーからサッカーボールキック、しかしモーガン立ち上がった、ボディースラムを激しく打った、ストンピング。しかしこの金丸としてもチャンピオンとしての意地がありますからね。そうですね、はい、金丸選手は基本的にはですね、はい、そのパワー的なものはやっぱりちょっと弱い面がありますので、はい、彼の独特のトリッキーな動きですよ ね、 そ、 うですね、それを有効にどこまで使えるかっていうのが問題だと思いますね、はい、ヘッドシーザーソーヒップ、こういった動きですね、はい、ドロップキック高い。さあモーガンが場外、そして金丸はトップロープを越えてエプロンサイド、そしてアートボディアタック、これは受け止められた。モーガンがどうする、アートとした脳天から場外に突き刺しました。金丸が動くことができた、危険ですね、やっぱり金丸選手自体が体が軽いですからね、どうしてもああいう受け止められてますね、よっぽど的確に入らない限りは、はい、ああいう風に逆にポケットを掘るようなパターンにもなりかねないですよね。さあこれもエルボー、リングに金丸、チャンピオンの金丸を横抱えてチャレンジャーのモーガンが場外から攻めるという状況になっています。金丸が
ちょっと厳しい状況に陥っています。再び場外だ、挑戦したまあ、だけど門川選手の本当にあのパワーのあるところが十分に発揮できてますよね。そうですね。それ以外にやっぱりグラウンドのある程度テクニックを持ってますので、はい、いや金丸選手とすれば本当に、怖い強敵のライバルっていう感じですね、挑戦者っていう感じしますよね。サンフランシスコを中心に活動している1996年に設立された APW オールプロレスリングに所属しているこのドロバン・モーガン。 APW が保持するAPW ワールドワイドインターネットチャンピオンでもあります。ですからそれだけの実力と実績を持っている挑戦者ということになりますね。まあ、要するにその若いだけにね、これから先、はい、要するにいつでも新しい技を常に開拓できる時期ですからね、そういう意味では要するにその今までに見えなかったような技が出てくる可能性もありますね。そうですよね、まあ、要するに金丸選手とすれば要するにもう要注意というかね、何を見せる、あっとエースクラッシャーを見せました。さあカバーに入った。もう今のところは完全にモーガン選手のペースで試合が運ばれているんで、そうですね、この辺を要するにその金丸選手のね、うまさでどこに自分のペースで持ってくるかっていうのがポイントだと思うんですけどね、いわゆる金丸ワールドと言われるコミカルであり、またシリアスであり、ハードである、そういった変幻自在な技を未だ見せることができませんチャンピオンの金丸義信。そういった金丸ワールドを展開して6月シリーズではこのジュニアのベルトを取ったわけですよね。そうですね、まあ、ベルトを、ね、挑戦するのとやっぱりこの防衛というのはね、もう全然要するに精神的にも違いますし、なるほど、ね、挑戦するときは負けてももともとっていう部分も当然ありますけれども、チャンピオンというのは負けるわけにはいかないっていう、そのプレッシャーがかかってきますんでね、逆に初めてベルトをシングルのベルトを巻いている金丸義信。先シリーズ6月のシリーズで 6.16 仙台パスファインダーに勝ち、そして 6.23 ディファー有明でかつて世界を制したジュニアを制した菊池剛を破り、そして決勝戦でメキシコ人グベントゥ・ゲレーラを破ってチャンピオンになった金丸義信。おっと後頭部にギロチン、そして金丸は場外に転落していきます。さあこのドノバン・モーガン APW の資格がどういった技を見せるか、自らロープに飛んだ、飛ぶか、飛んだ、金丸が場外押しています。さあすぐさま戻ったドノバン・モーガン、ようやくエプロンサイド、そしてモーガンがスライディングのキック、鉄柵に背中を打ちつけました金丸義信。挑戦者チャレンジャーのドノバン・モーガンがリング上余裕の表情、そのモーガンが三度行くか、あーとゴング、ゴングを持って制しました、ドノバン・モーガンの動きを制しました。こういった金丸のトリッキーな動きですよね。決して要するにその道具を使うのはいいことではないんですけど、これがやっぱりある意味での金丸選手の持ち味ですからね。そうですね、さあここから金丸ワールドが展開します。リングに戻った金丸義信チャンピオン、その金丸がちょっとフラフラだが、ドロマン・モーガンが戻ってくるのを見ていた、そのモーガンを捉えて、さあ何を持ってくる、ニュートラルコーナーに逆さまに据えつけました。そしてここからえげつな、おっとツアーを吐いた、そしてえげつないこの時に出るぞ、おっとジャンピングネイロロップ顔面挑発します。さあここから金丸ワールド一気に展開、さあモーガンを場外に落とした、場外戦に持ってくる、リングに戻ろうとするモーガンを捉えている金丸、先ほどのお返しとばかりに腹道から引き返し、ここで本当に技にも技を返すっていうかね、そうですね、完全にお返しっていう感じしますよね。リストのテーピングを取ったぞ。さあ金丸が右腕にテーピングを持ってそれをぐーっと伸ばしました、そこに戻ってきたドロバン・モーガン、モーガン危ないぞ、
さあ首に巻きつけている、首に巻きつけている、さあこれはレフェリーが気がついた、さあ金丸がテーピングを首に巻きつけて攻撃を仕掛けます。頭脳的なプレーだということを示すチャンピオンの金丸義信。ドノバンモーガンはここはもう防戦一方に変わってしまいましたね。そうですね、やっぱり直攻撃って結構きついものがありますからね、スタミナもロスしますし、はい、さあ、ある意味ではね、要するにパワーサップで要するにモーガン選手の方が良かったですけど、こういうトリッキーな、まあ、反則まがいの技でもってやっぱりもう完全に自分のペースを持ってきてますので ね、まあ、ある意味ではこういう試合運びが金丸選手の持ち味ではあるんで、そうですよね、はい、プロレスに入門して練習生時代は1年半ありました。これはかなり長い。そうですね、本人としてもやっぱり辛い部分だとは思いますよね。そうですね、そういった長い練習生時代、苦しい練習生時代を乗り越えてプロレスデビューしたのが1996年、現在5年目を迎えているこのチャンピオンの金丸義信。一方チャレンジャーのドノバン・モーガンをカバーした。さあ今度はスリーパー徹底して喉元、そうですね、基本的にはですね、金丸選手はやっぱりパワー的にどうしても劣りますよね、はい、相手のパワーっていうかスタミナをロスさせるっていうのがポイントだとは思うんですよね。再びスリーパーホールド、サンディングから今度は同締めのスリーパーホールドに入りました。リング中央ぐーっと締め付けている。さあドラゴンモーガンはこれを耐えることができるか、まだ耐えている。金丸も力を込めてぐーっとリング中央でスリーパーホールド。日本武道館、あとロープに逃れましたドラゴンモーガン。さあもう完全に金丸がペースをつかみましたね。いや自分のペース持ってってますよね。足、日本武道館、拍手を歓喜するモーガン、エルボーをストマックに打った、ロープに飛んだ、これはスリーパー、あとバックに回った、バックドロップ、フォーターブから垂直式に落下した。再びドノバン・モーガンが攻勢を見せるか。赤コーナーの金丸に向かってラリアット、そして今度はロープから反対側、金丸が今度は飛ばした、モーガンを飛ばしてラリアット、おっとかわして、あったー、そのまま投げました。いや本当に力ありますよね、実力があります、実績もあります。 APW の資格ドロマン・モーガン、金丸を捉えるか、その GHC ジュニアの金色のベルトをアメリカに持って帰るんでありましょうか。海外流出を阻止しなければいけない金丸義信、ボディスラムを受けました。青コーナー、トップコーナーに登っていくドロバン・モーガン、さあダイビングで何を見せる、ダイビングのキャッチ、ドロップ、今シリーズ佐野を病院送りにしたキャッチ、ドロップ、いやこれは危険な技なんですよね本当に、まあ、要するにその団体によってはこれ禁止してるところもあるって聞いてますからね。このモーガンのギロチンドロップを受けまして、その大流血をした試合がありました。回転身固め、カバーには行けません。逆にカバーに行ったのは金丸だ、崩れた、カバー返した、カバーの仕返しになっている、カバーカウンター2で崩れています。モーガンにハンドフロントスープリックス、投げっぱなし、金丸が吹っ飛んでいきました。要するに引き抜くみたいに投げましたよね今ね、力を持ってると思います本当に、はい、さあ今度は頭を捉えて青コーナー、セカンドコーナー、そして何を持ってくるか、スインギング式か。さあ金丸が逃れた、金丸も青コーナー、トップコーナーに登って何を見せる、頭を重ねた、ダダン式パワーボム、モーガンが離した、カバー、カウンタス右肩を上げた。 GHC ジュニアのベルト、海外流出の危機、モーガンにアメリカに持っていくか、金丸が守るか、バタフィッシャーマンズのネックブレイカー、そしてカバー、カウント、カウント2、今の
フィッシャーもかなり変形ですね、あのねじるようにして 7.22 広島大会でこのドラゴンモーガンは試合終了した金丸にこのチキンウィングのパイルドライバーを打ちました。さあそのチキンウィングパイルドライバーを再び今見せるか、それとも金丸が耐えるか。ロープに逃れました。よく捉えてますよ ね、 ね、このチキンウィングのパイルドライバーはこのドロバンモーガンの得意技の一つ、逆水平を打った強烈な逆水平、中央によっておっとキックで迎撃された、命令されたアタック、金丸突き読みだ、カモン貫突。さあここから金丸は攻めどきか、ボリーサルも打った、青コーナートップコーナーに登って何を持ってくる、ダイビングのダイビングの距離があるぞ、その長い距離を飛んだ、膝が待っていた、モーガン選手、あの金丸選手よく見えてますよね、あっと1回転、金丸1回転、大丈夫か、金丸は大丈夫か、モーガンが仕留めるか、チキンウィングファイルドさ、決まっててもおかしくないような状況ですね。チャンピオンとしての意地が肩を上げました。さあしかし引きは続く、チキンウィングのパイルドライバーが逆さ押さえ込みから急下げにラリアット、金丸がラリアットを見せた、そして距離を取るか、距離を取って何を持ってくる、あったあった、今度はリバースの DDT ですか。そうですね、 DDT 入ってますよ、はい、カバンガン、右肩を上げましたドロバンモーガン、一気に試合は奪えていきます。そして青コーナートップコーナー、金丸のスラム、あったー、顔面から落とした、特殊の DDT みたいな感じですね、あった、この飛びつき DDT を放ってもドロバンモーガンからスリーカウントを奪うことはできません。しかし金丸のスラム一気火災に攻めるムーンサルトプレスが、ニュートルコーナー、ムーンサルトプレス、おっと完突、しかしまだまだありますかね、これヤスレブ、今度は垂直落下のブレンパスターが持ってきた、垂直落下、垂直落下で持ってきた、しかしまだまだ仕留めない、仕留めません、もう一度いった、もう一度垂直落下、ブレーパスター、さあカバン、決まった、カレバルが守った、ノアの四方を守った、カレバル初防衛成功、ベルトを守りました、カレバル吉野部、カレバル吉野部 GHC ジュニアヘビー初防衛を成功しました。素晴らしかったですね、まあモーガン選手のものすごい攻撃をですね、金丸選手がどうにかこうにかしのいていって、最後には自分の得意技をうまく出せましたよね、あの垂直落下ブレンバスターに連発は効きましたね、効くと思いますね、その腰に再びDHC ジュニアヘビーの金色のベルトが帰ってきました。チャンピオン金丸義信初防衛成功、勝負タイムは17分22秒、金丸義信、チャンピオンの金丸義信が挑戦者ドロバンモーガンを下しました。いやでもチャンピオンの風格が出てきましたね。そうですね、やっぱり1回防衛することでものすごい自信につながりますからね、おっと朝子が入ってきた、朝子が乱入してきた、あとエースクラッシャー、エースクラッシャーを見せた、あとベルトをラッシュした金丸義信にノーフィアリーダー朝子悟マイクアピール、いつだって俺挑戦できるんだお前さん、サンチャンピオン、お前さんが行かせねえぞお前、ノーフィア、次期挑戦を訴えましたノーフィアリーダー朝子悟、それにどう応える金丸、朝子このベルトが欲しいか、
いつでもどこでもやってやるぞ。チャンピオンは金丸も麻子を挑発します。 GHC のジュニアのベルトを巡る争いも激しくなりそうですね。そうですね、まあ、当然みんなやる気満々の選手ばっかりですからね。7.27 日本武道館 GHC ジュニアヘビー級選手権試合は金丸義信が初防衛を成功しました。ノアの四方 GHC のベルトを守りました。そして再びその腰に GHC ジュニアのベルトを巻きました。 GHC ジュニアのベルト、新たな伝説が今日本武道館から始まります。初防衛成功、金丸義信。
要するにですね、2人攻撃、2人攻撃がやっぱりそれだけもちろんね、高山選手、大森選手が力があるっての2人分かってますんで、それだけにやっぱり最初から俺たちはもう要するにお前らより上なんだよっていうのをアピールしたい、そういう気持ちが全面的に出てると思うんですよね。張り手、マウントを取って張り手、少し先発浮きであります。この森島力雄の言葉を借りますと、今日復帰したこの高山、いわゆるノーフィア大森高山を終わらせてやると語っておりました。いやーすごい攻撃ですよね。ハイキック、顔面ハイキック、75日目に復活したノーフィア、おっと今のパンチですか、エルボー、ノーフィア復活いたしました。ここは力雄だ、カバーした。いや本当に力雄選手のパワーもすごいですよね、この1年で随分成長しました。さあ大森を蹴散らしてコブラツイスト、高山腰の手術のため欠場しておりました。古傷の腰に埋めましたボルトの周辺が可能しまして、ノアのシリーズ欠場、そして緊急入院手術となりまして、75日ぶりに復帰しました。ノア旗揚げ1周年記念の日本武道館大会、この高山に試合前聞いたんですが、その75日間は長かったですか、短かったですか。はい、高山は短かったですと、あっという間に復帰できました、一方の大森は長かったですという言葉が、まあそうかもしれませんね、逆に言うとずっとノアの旗揚げからずっとパートナーをやってました、はい、高山選手とずっと要するにタッグを組んでただけに、そのいない間の試合っていうのが一試合一試合が長く感じたんじゃないですかね。そして復帰した高山ですが、序盤はこの張り手合戦、力と力、意地と意地、エルボーを放った力雄、ロンビトンです、ショルダー、ショルダーは力雄だ、立ち上がった高山、ショルダー連発、立ち上がる高山に向けて3連発、力強さがあります。すごいですね、本当にパワー炸裂、力雄森島ワイルド2。さあ距離を取って、ああハイキック、ダメハイキック、力雄に対して長いコンパスがこう描きました。さあそしてようやく盤石の体勢、タッチ、試合の権利を受けた大森高尾、ドロップキック、高さがある、そしてコーナーの森島を蹴散らした。いやいや、やっぱり大森選手もですね、はい、その高山選手の復帰で、まあ、今まで以上にまたなんかこのなんていうんですかね、気合が入ってきたっていう感じが見えますよね。75日間の空白が今埋まりました。バックスイングからのエルボースマッシュ、ロープリフター、ウルトラ、あ、ショルダー、ショルダー押さえてます力雄。さあ力雄から森島、いやー、おコーナーの勢いいかがですか。すごいですね、2人の若い選手が本当にパワーをあふれるいい試合やってると思いますよ。その若い2人が場外戦を仕掛けました。お、リングの鉄柵の外に大森が飛ばされた。森島の逆水平、赤コーナーから見つめる高山義郎です。75日ぶりに復活したノーフィア、その大森の首を掴んで森島が戻そうとしています。常に前進、そして上昇、ノアのマットでの秩序崩壊を目指してきた大森高山ノーフィアですが、思わぬ相手、若い森島力雄、ワイルド2が力をつけていました。いや本当に一つ一つがですね、ワイルド2の攻撃がものすごい重みがありますよね、だから一発一発が要するに高山、それから大森選手にかなりのダメージを与えているような感じしますよね、ワイルド2、森島力雄が押している5分が経過しました。ノア旗揚げ1周年記念の日本武道館大会、逆水平、十分なバックスイングから逆水平、そして大森が張り手で返していく、今親父という言葉、年寄りどもをぶっ潰す、それが下克上森島力雄の目指す道、安定しての顔面のハイキック、キック合戦になった、ひるまない、側頭部にヒット、蹴り合いになった。さあ高山だ、さあ高山、さあ蹴り倒していく、した高山義弘、首投げからロープに飛んだぞ、蹴り倒す、重い一発が入った、カバー、カウント2ですが、この高
中山のパワーも返ってきましたね。すごいですね、本当に相変わらず素晴らしい迫力を持ってますよ。さあマウントとか腰の具合も心配ないようですね。そうですね、もうほぼ完全に完治しているように本人からは聞いてますよ、はい。あの欠場中 5.27 プライドには参戦しました、はい、藤田和之との死闘桃田さんもご覧になったと思いますが、はい、敗れはしましたが非常にプロレスラーの強さというものが伝わりましたね。そうですね、まあ、やっぱり意地もありましたしね、そういう意味ではかなりそのいいところが見えたと思うんですけど、やっぱり何せ腰にそういう傷を負ってましたんでね、それが、まあ、どういう影響をしたかは分かりませんけど、まあ、要するに完全な状態で戦ったらどうなったかっていうのはちょっと分かんないとは思うんですがね。その高山がものすごい力で締め上げていきました、スリーパー。さあここはまず赤コーナーに振りました。75日ぶりのタッチ成立。さあ大森がリングの外に出して場外でボディスラムを見せました。あの下は鉄板になってますからね。今日この1周年記念日本武道館大会花道が作られておりまして、向こう上面にちょっとしたスペースがあるんですよね、はい、今その部分にボディスラム見舞いました大森高雄。さあ序盤飛ばしていた森島力夫のワイルド2ですが、この辺りから徐々に大森高山組の本領発揮というところでしょうか。落ちていく高さがありました。フィストドロップ一つ一つ決まり始めました。しかし試合前この大森が語っていたんですが、まあ、75日ぶりの復活ではありますが、ノーフィアの今後というのはこの試合で転機を迎えると、そうですね、何やら予言めいたことを話しておりました。スリーパーに捉えながら今度は高山がリングイン、足を持ちつつ拷問攻撃。レフリー福田がさばきます。カウント数えてるかできるのか。久々に戻ってまいりました高山義弘。踏みつけがい、倒しがいのあるやつがいるからこのノアに来た、そう語ったのは1年前のノア旗揚げ会見。古軍奮闘は森島です。顔面ハイキックエルボー、一回転森島武史。さあ今度は何を見せる。首を固めていこうとする高山義弘です。ノア旗揚げに参加、そして一転してフリーに転身、プライドへの参加もありました。腰の手術から復帰した高山義弘。まだ寝てる時間じゃねえぞ坊主。さあカバーした、試合前にこの森島力夫が必要にこの大森高山を刺激していました、はい、病み上がりですからこのノーフィアを踏み台にさせてもらいます、そんな言葉がありました。そうですね、まあ、要するに若い人間にとってみれば、まあ、要するに格好の目標っていうかね、最高の目標的ではあると思うんですよね、はい、そして10月のシリーズには初代の GHC のタッグの、そうですね、もう当然要するにその若い2人はそれを睨んでると思います。はい、はい、今宵この1周年の日本武道館大会でロシア撃破となれば勢いがつくことは間違いありません。ややジャンピングしてのパイルドライバー、力夫がリングインカットに入りました。試合の権利は森島です。試合の権利は森島、力夫がカットに入っている。徐々にこの青コーナーのペースが落ちてきました。若さを武器に突進している森島、ありがとうかわしている、よく見ていた連発、今度は決まった高山が、小山にもラリアット。さあそして有利な状況で力夫に立つ成立、ダブルの攻撃だ、愛を浴びせた力夫、そして森島も来た、重爆撃、そして合体のこれはパワーが違います。いやだけど本当になんていうんですかね、もうパワー全開という感じですよね、これ、さあそして肩車の状態、何を持ってくる、森島力夫ワイルド2、野生的な攻撃、一回転、恐ろしい高さだ。いや今カットがありましたから助かりました。さあ高山がリングの下、さあ決める、決めるのは、決めるのは力夫か、高山はリングの外、試合を決めるのはこの力夫武史か。これは1年前の旗揚げの時はわずかデビュー1年、デビュー1年の新人でありました。あと高山が戻ってきて強烈なキック、距離を取っている、大森が距離を取っている、飛んだクロスキック、さあ来るか、ヒールキック炸裂、
落ち着いていますノフィア。仕掛けたのは森島力雄でしたが、おお、まともに入った。飛ばされた力雄、ジャンピングに、そしてダブルアーム、スープレックス、あっと力雄の130キロ、さあそして西重、これは森島。これね、2人がやっぱりもうかなり、要するにまあ両チームともですけどね、もう熱戦してるんで、今汗で滑ってるんですよね。ダブルアーム、すっぽけた形でしたが、さあここでノフィア、あ、組んだ、ノフィアドロップ、久々に見たー、カバー、おっと、カウント2、2人のタッチ成立、75日ぶりのタック、確かめるかのように、さあ合体攻撃、乗ってきたノフィア、森島勝った。この75日の空白というのはもうないですね。そうですね、まあ、今の2人の動きを見てますとね、さあ、決めるか大森、右手を回した、右手を回した、サンドイッチだ、さあ右手を回した、ニーリフト、いや久しぶりにニーリフト見ましたね、見ていたのは高山だ、ニーリフト先です、カウントが進んでいる、森島3回目のカット、追い込まれています、追い込まれている、さあ炸裂がアクスボンバー、試合の権利のない森島にまずアクスボンバー、さあ試合を取るか、ノア旗揚げ周年記念日本武道館バックになったぞ、ベータシジャーマン、カウント3、ノフィア復活、高山義弘自らの復帰を祝うベタシジャーマンスープレックスホールド、スリーカウントを聞きました、ノーフィア復活、10月のシリーズ初代 GHC のタック、台風のお目になることは間違いありません。いやー、やっぱり本当に久しぶりに高山選手の迫力のあるジャーマンスープレックスホールドを見ましたよね、今度この大森高山、ノーフィアの部分はこの試合で決まる、この予言だったんですね。そうですね、やっぱりもう十分すぎるぐらいアピールできたと思いますよ、さあそしてまだ立てない青コーナー森島、そして力雄、ゆるゆると引き上げる高山、そして総理、日本武道館が拍手の嵐であります。12分と47秒、高角度原爆固め、高山義郎が試合を取りました。ありがとうございます。自動車保険の更新ハガキが届いたんだけど、休日しか乗らないし通販型もいいかなって。保険料は条件によって異なりますが、対人対物はもちろん無制限、人身障害と車両保険をつけてこの価格になります。さらに年間予定走行距離が5000キロ以下でしたらこの価格に。車両保険を外したら。はい、こちらになります。そんなに？でも事故の時は大丈夫？はい、ご安心ください。チューリヒは事故対応でも高い評価をいただいています。24時間365日受付で専門スタッフが現場まで駆けつけます。それでこの保険料？また事故の際の修理箇所を永久に保証するサービスもご用意しています。安心だね。事故も起こしてないのに保険料があまり変わらなくて、通販型もいいかなって。車両保険もつけてこの価格です。車両保険もつけて？さらにゴールド免許でしたらこの価格に。車両保険なしの場合はこちらになります。助かるわ。でも何かあった時は？チューリッヒは車両保険なしでも全てのご契約にロードサービスが無料でついています。事故や故障の際現場での応急処置に対応できるサービス拠点が全国に約9500カ所ございます。しかも故障の際のロードサービスはご利用いただいても翌年の保険料や等級には影響はありません。通販型でも安心ね。でも保険料は？はい、この価格です。またチューリッヒには7つの割引がございます。例えば早割、保険開始日の45日前までにご契約をされたお客様への割引です。いいわね。ケア、いつもあなたのことを。皆様もお気軽にチューリッヒにお電話ください。
10分ほどでお見積もりをご案内します。お見積もりはもちろん無料。フリーダイヤル 551-993。 バイク保険もチューリッヒ。皆さんお久しぶりです、大変ご心配をかけましたけども、今は、リハビリトレーニングに毎日頑張って復帰目指して頑張ってます。復帰するまで会場に来るのは今日最後にしようと思ってます。今日は今のノアをこの目にしっかり焼き付けて帰りたいと思ってます。必ずリンクに帰ってきます。どうもありがとうございました。ノアの旗揚げは秋山が三沢を締め落としたところから始まりました。あれから1年、全ての舞台を整えていよいよ真の頂点へ向かいます。
俺の色に染め切るか。チャレンジャー秋山純入場。この1年誰より頭を使いました。そしてベルトを巻いて最後に立っているのがこの俺と宣言しました。今秋山が武道館のリングを目指します。一つ気合を入れ直しました。声を上げました。リングに向かう浜道を一直線に歩んでまいります。そして今秋山が敬礼だ。その敬礼の先にはもちろんこの人、新日本プロレス永田裕二健三。 6.6 のお返しとばかりに今永田がゆっくりと秋山に歩を進めます。そして今2度目のがっちりとした握手。永田裕二が今秋山純をリングに招き入れます。さあチャレンジャー秋山がリングに立った。この場から新しい戦いへと出発します。夢と希望を胸に頑張ります。あの誓いから1年、三沢が我が家に帰ってきました。1年前からこの大三沢工具を引くために箱舟の舵を取ってまいりました三沢ミスサル。ベルト姿で武道館に里帰りです。自由と信念、理想のプロレス、大海原に漕ぎ出した小さな箱舟は今やプロレス界の無敵艦隊となりました。プロレスとは、ノアとは、チャンピオンとは、そして三沢光晴とは何か、その答えを全てこのリングで表します。三沢光晴リングイン。試合前に GHC タイトル管理委員長上風中位選手権試合宣言でございます。プロレスリングノア旗揚げ1周年記念大会、ノアがいよいよこの日本武道館初見参であります。新日本プロレス永田裕二が今最前列でこの秋山、そして三沢に視線を送ります。三沢にとって2度目の GHC 防衛戦、果たしてこの永田はノアに何を感じ取って帰っていくのか。ノアの象徴、至宝 GHC のベルトが今一旦三沢の手元を離れます。そのベルトをしっかりと確認しました秋山純チャレンジャー。今一旦ベルトが本部席に戻されます。本日のお会計と GHC ヘビー級選手権試合特別ルール60分一本勝負を行います。ラウンドオーダー挑戦者250ポンド秋山。永田よ、小橋よ、今日俺は頂点に立つ、チャレンジャー秋山純。裏方コーナー GHC ヘビー級選手権者255ポンド三沢光晴。武道館はこの男が待っていた、チャンピオン三沢光晴。さあ放送席には小橋健太選手にお越しいただいております。小橋さん、はい、この2人の佇まいを見て今一言。そうですね、2人とも気合が入ってますね。そうですね、はい、三沢にとって2度目の GHC 防衛戦になります。放送席からは小橋健太選手、そして最前列からは新日本プロレス永田裕二がこの一戦に目を光らせます。いよいよ決戦の時、ノアがいよいよ日本武道館に来ました。60分日本勝負、3カウントのみの特別ルール GHC ヘビー級選手権試合。さあいよいよゴングが鳴りました。ノアの頂上決戦、60分日本勝負のゴングが鳴りました。三沢2度目の GHC ヘビー級防衛戦、場内一斉に大三沢コール、今組み合った。陵侑がごっしりと腰を落としてロープギア三沢が押し込んでいきます。ヘルボットの秋山、三沢が返します。おっと腰から崩れ落ちました秋山です。この試合は3カウントのみでの決着を目指す特別ルールになりました。秋山の申し出によりまして、いわゆるレフェリーストップ、
ギブアップ、そういった類のものでは決着がつきません。バックに参りました秋山です。それを切り返しました三沢光晴です。チャンピオン攻め込む、切り返したチャレンジャー秋山、スライディングして三沢を取ります。上になって、おっともう一回取り返した三沢、ここで両雄に距離ができました。小橋さん、はい、この今立ち上がりの2人の動きを見てどうですか。程度もコンディション的にはいいみたいですね。ああそうですか、はい、この三沢も、まあ、若干その肩の痛みがあったようなんですが、はい、ほぼ万全。秋山もまた近年になくいい状態だそうですよ。そうですね、まあ、体の張りとか見たら良さそうですよね。そうですね、三沢が押し込んで秋山がまた距離を取ろうというところです。緊張感がこの2人の間に張り詰めます。まだ離れません、簡単には離れない。もう一回秋山押し込んだ、エルボーった、エルボー返した三沢、まずはエルボー、秋山がこの三沢の必殺技エルボーを振り出していて、さあ三沢ヒット、ジャンピングにブロックした三沢、エルボー打った、あーっとドロップキックブライター、そして今度エルボー三沢、秋山たまらず場外にエスケープ、さあ三沢が走る、三沢が走る、飛んで終わった、1回転1回転、ここは距離を取り出した、そしてフレットリングに戻りました。いや小橋さん、この辺りも両雄が本当によく見てますね。そうですね、場外で一旦距離を取りました秋山純です。3月から4月にかけてこのノアのマットでは GHC ヘビー級のトーナメントが行われました。4月15日有明コロシアムの決勝戦で三沢が高山に勝って初代 GHC のチャンピオンになりました。すでに5月18日田植えを相手に初防衛に成功しています。そしていよいよこの秋山が満を持してこの GHC 三沢のベルトに初めて挑戦する今宵の日本武道館のメインイベントであります。秋山は今日まさにこのプロレス界においては名優とも言うべき永田裕二を従えてこのグリーンのマットに歩を進めてきました。鋭い視線をこのリングサイドから送ります永田です。当然秋山とは今後組んでみたりあるいは戦ってみたりそういう舞台を作っていくことでしょう。そしてその永田の口からは三沢のプロレスがどういうものなのか、その奥の深さ、懐の深さ、そういったものをこの試合で感じ取っていきたい、そういうことも事前に話しています。バックを取ります秋山です。グラウンドまず上になって制しているのが秋山です。三沢と秋山といいますとその GHC のトーナメント4月11日広島大会トーナメントの準決勝で両者リングアウトの引き分け再試合の末エビ固めで三沢が勝利を収めています。あの時は本当に秋山が悔しそうな表情を浮かべていました。小林さん、この三沢、はい、そして秋山2人にとってもうその力の差というものは明らかにないでしょうね。ないですね、でしょうね。今体力的にも精神的にも純の方が押してるんじゃないですかね。そうでしょうかね、やはりね時の流れ勢いというものも掴んでる感がありますからね。そうですね、はい、ラウンドを制して立ち上がった三沢、あと顎にクリーンヒットしました三沢のエルボー。ただまあそれだけでは押せない部分がやっぱり三沢さんの場合はありますから。そうですね、あとタイミングしてのエルボーを見せました。小橋さん、この三沢のエルボーが立ち上がりから随分多いですね、はい、もうね。そうですね、結構的確に当たってますよね。ですね、この1年間今考えられる中での最強の相手、三沢はこの秋山を総評しています。1年間の成果を見せる上では最高の相手というこの三沢にとっての秋山、その三沢と秋山の戦いをリングサイドからは永田がじーっと見つめています。6月6日このところは同じく日本武道館、永田が藤田と戦った IWGP ヘビー級選手権試合、その試合にはこの秋山が、ま、セコンドという形で試合を視察に行きました。おっと鼻っ柱が折れんばかりのエルボー三沢です。エルボースマッシュ気味に打ち合わせ三沢立ち上げて、ただ秋山倒れない、闘志を前面に前に出した秋山、あーしかし力が入った、おーとランニングして三沢倒れない、またエルボーだ。小橋さん、三沢はやはりいつも以上にこのエルボーにこだわりを持ってますか。そうですね、まあ、このエルボーがね何発も入ってくるとすごくダメージが残るんですよね。そうでしょうね、
そのあたりも当然効果的に三沢は考えてきているでしょう。俺よりも非常なやつにはもっともっと非常にならないと勝つことはできない。三沢は試合前にそう自分の心を引き締めて今日のリングに上がっています。状態は両者ともにほぼ万全で迎えている今日の GHC ヘビー級選手権試合です。この秋山といいますと小橋さんは、はい、旗揚げ2戦目そして12月23日の秋田コロシアム2回戦いました、はい、肌で感じたその秋山の成長というのはどうだったんですか。いやもう素晴らしいものがありますよ、うん、本当にその成長する力っていうんですかね、振り返した秋山待っていた三沢セカンドロープからワットドロップキック三沢転落角度から落ちました。三沢ちょっと肩のあたり首筋のあたりを抑えている秋山です。一瞬の適応力というんですかね、はい、すごくもう何事に関してもすぐこう反応しますよね。そうですね、さあ秋山が三沢の首根っこを掴んだガーフブランディングガーフブランディングテレーザー鉄柵顔面から打ち付けられました三沢。そういえば先週の広島大会タッグマッチの前哨戦では三沢がこの秋山に対して天下の宝刀幻の必殺技エメラルドフロージョンまで出しましてその前哨戦を制しました。小橋さんそのあたりの前哨戦での心理状態というのは三沢あの技を出したというのはやはり相当強い気持ちで。そうですね、まあ2つ考えられるんですけど、はい、1つはやっぱりそういう風にね、出したという今日のために出したというのはあるんでしょうけど、それまでやっぱり追い詰められてましたから、はい、出さないとしょうがなかったっていう部分もあると思うんですけど、だから出さざるを得なかったわけですか。どっち今日のね今日どっちにそれがフロップかということですね。なるほど、その切り札を1回出した三沢それがこの試合にどう影響するか。さあ秋山したジャンピングクリーンヒット正面から入りました。さあここからが秋山のねちっこさのスタートであります。ここからの秋山の動きを当然リングサイドの永田もじっと見つめているはずです。そしてそれを切り返していくであろう三沢の懐の深さそれをどう感じ取るか。さあ輝いてお、あっとスレムストーンの形だ。溜めたがっちりホールドした、ホールドしたスレムストーンパイルドライバー。いや息が止まるでしょう三沢。完全にもう逃げられない形でしたね。そうですね、完全にもう足をロックして、腰の部分をロックしてですね。そうでしたよね、この辺りのえげつなさは秋山の持ち味、秋山の上等手段であります。さあ三沢がちょっと首を気にしています。エメラルドフロージョンを食らった秋山が首を気にするシーンもあったんですが、今のツームストンパイルドライバーで三沢の首にももう首は三沢の体にとっては爆弾箇所ではあるんですが、さあねじ切らんばかりに秋山が締め上げていきます。さあその目がランランと冷たく光っています。秋山順首をのじの体勢に持っていきました秋山です。秋山の対三沢戦の成績で見ますと1勝11敗3つの引き分け、その1勝というのが去年の2月27日この日本武道館でした。その試合で初めて三沢から完璧なスリーカウントを奪っています。ただ秋山に聞きますとこの日本武道館での思い出決してその三沢に勝った試合というだけではないと話しています。三沢に一つ勝つことそれはプロレス人生の中では大きなことではあるけれども、なんといってもノアになって早くこの日本武道館に帰ってきたい、三沢と同じぐらいの気持ちをこの秋山は持っています。今日秋山はこの日本武道館一番乗りでこのリングサイドを見つめていました。それだけこの試合にかける思いは当然あるはずです。そして今日放送席にお越しの小橋健太選手、小橋選手に今日の試合を見届けてほしい、そういう思いをこの試合にかける秋山は意気込みで語っています。首4の字のまま三沢がサードロープ足を伸ばしました。小橋さんこうやって徐々にスタミナを奪っていこうという構えなんでしょうかね。そうですね、秋山の中にも当然ここからは長期戦という思いもあるでしょう。顔面に鈍いばかりのこの膝を落としていきました秋山です。スタンディングで顔面を張っていきます秋山です。さあ対角線ダイビングのエルボー膝に打っていきます秋山です。ちょっと三沢の腰が
その状態が徐々に徐々に落ちてきました。この1年間一番頑張った人がメインを務めるのは当然のこと。今度こそ最後にベルトを巻いてこのリング上で立っていたい。秋山は断るごとにそういうことを話しています。一方の三沢、まさにこの1年間で最強の相手、1年間の成果を見せる試合ですが、さあ鬼の形相で三沢が前に出る。エルボーにはひるまない。さあ魂を込めたエルボーが秋山の体をむしばんでいきます。あーっと崩れた。場内がどよめいた。倒れます秋山。場内16,500人、超満員に膨れ上がったファンが鬼の三沢を見つめています。ダメージがこの秋山の顔面首徐々に徐々に蓄積されていきます。なんとしてもこの武道館に自力で戻ってきたいんだ。三沢はそういうことを話しています。この1年間で小さな箱舟はまさに無敵艦隊になって帰ってきました。その象徴がチャンピオンの三沢。さあ秋山が立てないところ、立て立てと三沢が促しています。おーと鬼の表情、そして秋山が立ち上がった。虹による、ここからは鬼と鬼とのぶつかり合いだ。もう何発の砲が刻み込まれたか。秋山がフラフラだ。完全に倒した。おっと神宇根も魂のエルボーの打ち合いだ。三沢が怖い、三沢が強い。今日の三沢は鬼に当たった。前哨戦では非常なるエメラルドフロージョン、ロブに振った、巻きついた、ファイングラリアット。さあ一気に勝負を決めるのか。フェイスロックに入りました三沢。あれだけ首にダメージを溜めておいて、そしてこのフェイスロック、そうですね、厳しいですね。そうですね、これだけ鬼の表情を見せている三沢というのも小林さん珍しいんじゃないですか。そうですね、やっぱり前哨戦のその言葉にやっぱり対応してるんですよね。なるほど、怒りがやっぱりね、はい、すると思います。三沢の怒りに火をつけた秋山、顔面をご覧のようにグラウンドのコブラツイストの体勢で締め上げていきます。三沢が怖い、まさに鬼になった三沢ミスコル。こんなに感情をむき出しにやっている三沢見たことがない。秋山押したが、秋山押したが、返せるか。返しました。スリーカウントでの決着を目指す今日のメインイベント。秋山が一瞬落ちかかったが、さあ完全にペースを握りました三沢。秋山ピンチだ。こんなに劣勢に立たされている秋山も見たことがない。繰り返した、エレボー迎撃、セカンドローから、あー最後に待った、さあ抱えた抱えた、なだらしけ、ひねったひねった、三沢ひねった。ワンニングエレボー打ちます。さあ三沢が飛ぶぞ、三沢が飛ぶぞ、秋山場外、三沢が走った、三沢が走った、三沢が走った、エレボー推進だ。これでもか、これでもか、まさにエルボーフルコース。エルボースイシーダーを繰り出した三沢。小林さん、今日の三沢は、はい、もうエルボーで決めようという意思が見えますか。ちょっとこれはそうですね、まあ、結構エルボーにこだわってますよね。そうですよね、ここまでこれだけの数のエルボーを打っている三沢は見たことがありません。さあ場外です、場外です、場外でも気が抜けない。ここで一旦戻しました。16,500人、超満員に膨れ上がったノア初進出の日本武道館。そのファンは最強の選手を今宵見つめます。フライングのエルボー、エルボー一辺倒、全てをエルボーに託した三沢。秋山がこんなに突破口を見出さない秋山は見たことがありません。ただその目は死んでいない。今自らに一発喝を入れました。イングラ中央、タイガードエヴァ投げるか、秋山投げました、ダブルアームスープレックス。そして立ち上がるところ、
捉えた捉えた、いや脇が伸びた、おあと三沢の、さあ永田ロック、リングの中央、永田呼びよ、俺はこの技を使う、リングの中央で三沢を締め上げる永田ロック、2永田の魂、そしてその心意気、そのスピリット、プロレス界の名優、その永田の目の前で今秋山がリングの中央、永田ロックで三沢を締め上げている。世代闘争、新時代をつかむか、新時代をつかむのはこの秋山と永田か、今まさにその永田の見つめる前、三沢の顔面を永田ロックで締め上げます。場内は一旦三沢コール、ただ物ともせずに秋山が締め上げた、ロープはまだ距離がある、ロープはまだ距離がある、三沢がなんとかサードロープ、三沢さん見せましたね、永田ロックを。そうですね、この辺りの永田に見られているという意識は当然あるでしょう。そして今日は放送席からは小橋健太選手を見つめています。その2人の見つめる前、その2人を立ち合い人にした秋山純、三沢に勝ったことはわずかに1回、 GHC 一気に手にするか、秋山ジャンピングリークイント、さあ三沢が今場外で、この場外は硬い硬い鉄板が敷かれている、 DDT 今日本武道館の天井にまでその重く鈍い響きが伝わりました。まだ、いやまだ秋山は考えています。ん、ちょっと今報道カメラマンの動画が、あ、これはこれはこれはスペースができた、さあ、あ、投げるか投げるか投げるか、断崖式で投げるのか、バックラン、ここはこらえた、サビサワ、あ、叩き落とした秋山です。小橋さん、はい、今秋山はとんでもないことをしようとしましたね。そうですね、危なかったですね。今カメラマンの動画で完全なスペースを作った秋山です。もう一回鉄柵に振りました、捉えた捉えた、エスプロイダー場外、ちょっとこれは秋山のこの一戦にかける非常なる思いというのが伝わりましたね。そうですね、でもあそこで投げられてたら三沢さんも危なかったですね。もうそうですね、そういえば小橋さんはこのエプロンから場外に三沢のタイガードライバーを食らったこともあります。はい、あの衝撃を考えたらもうとんでもないことですからね。あれはもうきついですね、あの高さからやっぱり投げられるとやっぱりですね、はい、さあ満を持して秋山が三沢をリングに招き入れました。首をかっ切る、首をかっ切って一気にベルトの下に取るか、秋山背後からジャンプに、そして掴んだエクスプロイダー、今度はリングの中一気にパワーにいった。秋山はこの三沢から完璧なスリーカウントを取るためにカウントのみのルールを採用しました。場外ではとんでもないことを仕掛けた秋山純、そして一気にリングの中でもその非常なる花が咲きかかっています。鬼の三沢に対して冷徹な非常なる秋山が今まさにコーナーのトップに立とうというところ、あーっと三沢立ち上がった、エレボー打ちます、三沢がセカンドロープ、首根っこ掴んでブレインバスターの体勢、投げるか、一気に投げるか、秋山こらえます、あっと秋山が掴み返した、これは危険だ、あー投げるか投げるか、こんな高いところで両雄の力が交錯しています。エルボータ、エルボー打ちます、三沢が難を逃れました、そしておっとトップロープから、なんと両腕を取る、両腕を取る、トップロープから三沢がなんていうことをするんだ、トップロープから投げるのか三沢、さあ掴んだ、ガッチリ掴んだ、トップロープから投げて、あートップロープから雪崩式タイガードライバー、考えられない技が飛び出しました。秋山は立てるのか、三沢がとんでもないことをしました。最強の相手を迎えた三沢、ここまでしなければ秋山は倒せない、その鬼の三沢が今なんとトップロープから見たこともないタイガードライバー、よく投げ切りましたね、あの体勢から、あの不安定なところからですよね、完璧なるスリーカウントを奪うのは三沢か、なんとなんと
トップロープからのタイガードライバー秋山グロッキー変わりた秋山ピンチだ上がった上がった小橋さん信じられませんよく返しましたねですねさあ連発かもう一回両手を取ったいや秋山踏ん張ります踏ん張れる秋山が信じられませんリンゲルボーお、サイエルボーそしてローリンゲルボーエルボーフルコースおあと永田呼びたかこれが俺のプロレスだ俺はこんなところでは止まらない新しい時代を作るために秋山はここで止まるわけにはいきませんしかし満を持して三沢がタイガードライバー今度はリング中央まだ返す小橋さんが見つめていますそして英雄永田が見つめています三沢という壁を破るまでは秋山の真の時代をやってこない完全に秋山色にこのマットを染め切られるかエルボーランニングさあかかえるぞリング中央かかえたおっと待って待った待って待ったガッチリ取るエクスプロイダーエメラルドブロードも呼んだもう一回加えてエクスプロイダー2連発エクスプロイダー2連発さあ小橋さんも流れが分かんなくなってきましたそうですね小橋健太が永田裕二がこのノアのグリーンのマットを見つめていますこのグリーンのマット上三沢と秋山まさにプロレス界の最高峰の戦いを演じています地球規模の崇高なる王位 GHC のベルトをめぐる戦いがまさに今日本武道館頂点を迎えているジャンピングにそして輝いて垂直落下ブレーンバスターさあ河野秋山三沢返すまだ三沢もその壁の高さで距離しっかさあガッチリとフロントでクロックの体勢だがちょっとロープが近いかロープが近いかいやひねり返したひねり返した完璧な形でフロントでクロックに持っていった秋山さあギブアップの意思表示を三沢がするのかそれとも一旦ほどいてスリーカウントを奪うのか万力のまさに力を運べる秋山純三沢はギブアップの声はまだ走っていない思えばこの技で三沢が指名を抜かれてからノアの歴史は始まりましたさあ三沢押したか三沢押したか秋山かおっとサードロープよく足伸びましたね本当ですねまだ三沢には意識があったさあベルト取りに向けて最後の詰めの一手になりました秋山ガッチリ組んだわー垂直落下わからないもうわからないこれが最高峰の戦い勝利の女神も行ったり来たりもう一回行くかもう一回垂直落下か三沢踏ん張るいや手も取った手も取った完璧なリストクラッチエクスプロイダー新チャンピオン誕生1年前の宣言通りノアのマットは完全に秋山色に染まりました秋山純プロレス人生初のシングルベルト獲得永田がそして小橋健太が見つめる前いよいよ時代をつかんだ秋山純とうとう GHC を手にしました秋山第2代 GHC ヘビー級チャンピオン秋山純永田の見つめる前小橋さんの見つめる前で最高の形でベルトを取りましたノアは1年の時を経て新たなチャンピオン秋山純を選びました三沢2度目の防衛失敗いよいよ秋山がこのノアのマットを俺の色に染め上げましたこの日本武道館のリング上ベルトを巻いて最後の一筆
このノアのマットを完全なる秋山色に染め抜きました。そのベルトの感触はいかなるものか。プロレス人生初のシングルベルト獲得は秋山純。16,500人、大観衆が今ベルトを巻いた新チャンピオン秋山のその声をまさに待ちわびているところであります。リストクラッチエクスプロイダー、最後の最後を締めました秋山です。新チャンピオン誕生、秋山純選手です。この1年間、ノアがこの武道館に来れたのも皆さんのおかげです。俺の言うキャラじゃないですけど、どうもありがとうございます。これからもっとノアをよろしくお願いします。以上です。大事な1年シーズン今リングサイドからは永田も微妙なる笑みを浮かべながら秋山に拍手を送ります。ベルトを取れとエールを送った永田裕二が今その秋山の新しいベルト姿を見ながらリングを後にしようというところであります。今永田がこのリングサイドから姿を消します。十分にこの秋山のベルトの姿を見ました。さて小橋さん、はい、この秋山ベルトダッシュの試合振り返っていかがでしたか。はい、いやでも素晴らしい試合でしたよ。本当に見てよかったです。そうですね、はい、小橋さんはこの秋山が、はい、秋山がベルトを、ま、持って待っていますというエールも送っています。はい、その秋山の言葉に対してはいかがですか。そうですね、僕も早く復帰できるように頑張ります。できるだけ早い復帰を待っていますが、おっと今、今まさにチームメイト、今日ジュニアのベルトを防衛しました金丸とともにヘビー、そしてジュニア、2人の GHC 王者が今リング上でご覧のまさに豪華な記念撮影を受けているところであります。24分11秒、リストクラッチエクスプロイダーで完璧なスリーカウントを三沢から奪いました。小橋さん、もう一言お聞きしますが、はいはい、ベルトを見て今間近で見て小橋さんの闘争心はどうですか。そうですね、早く試合がやりたいですよね。はい、この秋山とのタイトルマッチ、小橋さんと秋山の試合というのを本当に楽しみにしています。はい、さあこの小橋さんがこの秋山のベルトの姿を見て、あ、今秋山放送席です。がっちりと握手を交わした秋山、そして小橋さんです。今がっちり握手を交わされました。はい、今秋山からはどういう言葉があったんですか。いや言葉はないですけど、もう気持ちがもう十分過ぎるほど伝わりました。そうですか、はい、本当にこれで秋山を中心にこれからノアが進みます。そしてその秋山の軸のところに石田小橋さんがどういう試合を展開するか本当に楽しみに待ってます。はい、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。放送の解説は小橋健太選手、そして今秋山がベルトを掲げて今笑みがようやく浮かびました。金丸とともに返し続けます。新チャンピオン秋山純誕生をお伝えして日本武道館から失礼します。本日は最後のお待ちありがとうございました。